横浜文化体育館のリング上、さあ今度は特別タッグマッチ60分一本勝負、第70代のアジアタッグチャンピオン北原浩紀嵐が入場してまいりました。WARの T シャツを着用して、そして今北原浩紀が入ってまいりました。WARのヒットマン北原浩紀、そして空爆重戦車は嵐。 港横浜に嵐を巻き起こすか。そして赤コーナーからは風雲昇り竜天竜源一郎、さらには安城陽次が入場してまいります。 200% 男が先導、 後方からは風雲昇り竜天竜源一郎が入ってまいりました。言うなれば WAR 軍のタッグマッチといっても過言ではありません。黒い WAR の T シャツを着ましての入場は天竜源一郎、風雲昇り竜が今リングインとなりました。爆殺ファイターは北原浩紀、巨大なガマガエルは嵐、200% 男横浜に見参、風雲昇り竜が弟子に胸を貸すか。さあ特別タッグマッチ60分一本勝負、逆水平天竜、振るまないね、嵐も今チョップなんて聞くと思うんだけども、はい、あーちょっとここ溝落ちのあたりを天竜押さえています。対角線で振って北原が飛んでった、ラリアットボディを蹴った、そして蹴り技蹴り技蹴ってくる左右の蹴り、左から右右から左、北原の蹴り技ニュートラルコーナーで今度は厳しいあたりを思いっきり今度は北原がついてまいりました。エプロンからリングした、前を取ってくるのか。2002年のこの全日本プロレスマットは、まあ、最終戦ではありますがこの新春ジャイアントシリーズ初めての登場になります北原浩紀です。リングインとなった天竜源一郎に蹴り技、あ今日はこの北原浩紀もガンガン蹴りまくっています。そうですね、そして嵐が入ってくる、ロープの反動を利用してフライングキック、ドシンと何かもう脊髄のあたりに痛みを走らせるこの嵐、力で持ち上げるか。相撲取り同士の戦い、天竜と嵐、ここはショルダースルーからラリアットはここは相打ち、グーパンチショート、そして安城陽次が入ってまいりました。ローブで振っていってラリアット、嵐の立ち上げるラリアット、ロープの反動でちょっとどから足踏んだのかな、そうそうそう、やりましたね、膝がちょっとなんか痛めたかもしれないですね、今もね右膝です。これはちょっとアジアタッグチャンピオンチーム嵐ちょっと体重のある選手がね、やるんですよね、よくそういうのって、ね、一番二つありますからね、そばっと、そしてローザンライトでカウントはどうか、カウントは2です。そうしますとここは北原の一人舞台が長くなるとちょっと危ないぞ、青コーナーサイド、ここは急所蹴り、彼はこういうのがありますからね、結構早いんですよ ね、 ね、うん、まあ、しかし安城も時折その急所攻撃見せますから、ね、はい、ここは嵐スイッチ、お互いここまで非常な試合見せると WAR 同士の試合という形じゃないですよね。そうですね、本当プロフェッショナルの話ヘルシーシャーを見せてますよね、はい、カバーの体勢、カウントは2カウント、全日本プロレスのこの横浜文化体育館での試合は
昨年の3月3日以来ということになります。横浜文化体育館でエキサイトシリーズの最終戦が行われました。まあ、メインは三冠ヘビー級タイトルマッチ、当時は天竜源氏郎が持っておりましたが、それに太陽ケアが挑んでいったという、まあ、そんな試合がこの横浜文化体育館で行われました。さあ、そしてここは北原幸喜、北原幸喜が安城をここは蹴り上げる。こめかみに蹴り技に待ってくれば、さあ北原幸喜が安城を起こしていって、手前側ロープを送り込んでいって、走っていって、チーシンク、よし、ここはボストンクラブ、さあステップオーバーしてくる北原幸喜の、ここは重い腰が安城陽次の腰に乗って、まだちょっと完璧ではありませんが、まだ後方大丈夫ですか。でもちょっと、ね、腰をね落としてね、今安城陽次の力を入れてるからなんとかね、高い時にいい逆転ですね。はい、そしてやっぱり青コーナーサイドの方が藤さん、連携プレー、タッチワーク見事です ね、 ね、よくなりましたね。はい、ローキック、ローキック、やっぱり痛めているところを抑えてくるか、安城陽次、エルボーできるぞ。さあ安城陽次が片方の足を持って、ここは膝に決めてくる安城陽次、安城が膝に決めてくるが、ここは嵐はカンバスをバチンバチン叩いて、ここは、ロープにはちょっとエスケープ多い、やっぱこれはヘルプしに来た方がいいですね。はい、北原幸喜、全くその無表情でもって、来るから、北原、のね、はい、個性というか、あれはやっぱ僕は結構面白いんですけどね。はい、逆水平、天竜ヘッドバット、嵐がヘッドバットで来れば天竜逆水平。その昔は天竜は大相撲の二所ノ関部屋所属でした。そしてこの嵐は大相撲の高田川部屋の所属でありました。横浜の地でありますけれども、ここは何かもう横綱と大関のぶつかり合いか、ヘッドバット。天竜が横綱であればプロレス界では大関格を狙ってくるこの嵐、力だけで持って高速エンジン、天竜のエンジン、ゴーブリ振っていって天竜走ってラリアット、天竜ラリアット、北原がダブルスレッジハンマーで持って、ここはかわしてまいりました。さあ天竜が北原を睨んだ、やり合ってくるのか。さあここはちょっと今日はフェス、リングの中央から青コーナーサイドのこれリング滑るみたいですね。いや、そうなんですかね、やっぱり今料理でそこに入ったからちょっとバランス崩したんですよね。はい、あ、そうですか、お、ちょっとすごいね。これは試合の権利はありません、北原、ね、まあ、その間に嵐を出しましたね。抑え込んできて、さあレフリーが今気づいた、カウントはどうか、カウント1です。まあ、逆に言えばですね、フッサーの北原という選手はですね、レフリーをもこう巻き込んでしまうというのがありますからね。あっと、スリーカウント入った、スリーカウント入りました。何かちょっとあっけない感じもしたんですがね。そこに行く前の攻防が結構効いてたんでしょうね。はい、チョップをね結構我慢してね、打ち合いをしてましたもんね、嵐は。そうですね。
2002チャンピオンカーニバル出場全選手が今リング上に集結です。小島について太陽ペアさあ、はい、この雰囲気ですよね。はい、そうなんですよ。たすきをかけてね、はい、こう春が来たなって感じで一番好きなんですよね、こういうシーンが。そうですよね、ゾクゾクしますよ、はい、そしてカメラはジムスティールを捉えました。この赤い髪は最近なんですか。そうですね、はいはい、よく変身する男ですからね。あ、なるほど。そしてジョージ・ハインズ、高らかな音楽がこの水道橋東京後楽園ホールに鳴り響いています。その中行われている2002チャンピオンカーニバル開幕戦セレモニーです。長井光也です。その前には嵐が登場していましたか。マイクロトンド、安城洋次、スティーブ・ウィリアムス、殺人医師、堂々の入場です。マイク・バートン、そして武藤敬司を今カメラは捉えた。いつもの表情ですね、はい、そして今リングインは川田俊明です。さあ風雲のぼり流天竜源一郎、武道館では三冠に挑戦します。それでは日本スポーツ出版社代表取締役社長竹内様より開幕宣言を行います。チャンピオンカーニバル開幕宣言開幕をここに宣言する。2002年3月23日太平洋岸レスリング同盟会長スタン・ハンセンになります。続きまして全日後楽園が全日食一食に染まっています。優勝者天竜源氏により優勝大トロフィーの返還でございます。前年度覇者ディフェンディングチャンピオン天竜源一郎、重いんですよねこれが。去年は1敗しかしてなかったんですよね、負けた試合はね、はい、かなり負けただけですね、はいはい、もちろん天竜は連覇を目指します。2002チャンピオンカーニバル本日この後楽園ホールを限りに全国14大会にて勝ち2点、時間切れ引き分け1点、負け0点にて A ブロック B ブロックと総当たりリーグ戦を展開いたします。各ブロックの最多得点1位2位の選手による4選手で優勝決定トーナメントを4月10日北海道札幌チキサムグリーンドームにて行います。全国各地で行われますリーグ戦にご期待ください。これをもちまして2002チャンピオンカーニバル入場セレモニーをお見せいただきます。いつもは武道館で優勝決定戦なんですが、そうですね、今年に関しては、はい、札幌チキサムでやるということですね、はい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 、だからカーニバルが地方で決勝戦を行うことは初めてではないんですけどね。あ、そうなんですか。前橋とか和歌山で行われたこともありますから、はい、その第2戦となりました。嵐が登場しました。この男にとって新世紀の幕開けはターニングポイント。2001年夏古巣全日本に電撃復帰、第70代アジアタッグチャンピオンに輝きました。チャンピオンカーニバルは今日が初出場、今回が初出場となっています。嵐です。
大河原コールの中今姿を現した 2.24 武道館で全日本の至宝王道プロレスの象徴である三冠ヘビーを武藤の腰から奪還。あー先制攻撃は嵐、リングインしたと同時に先制攻撃は嵐、意表を突かれた河原俊明、第28代三冠チャンピオンです。今ゴングが鳴った、黄色い紙テープが待っている。しかしその中試合がすでに東武の勝ちに始まってしまっている。飛んでいった。さあ、はい、これは作戦ですかです、ね、考えてましたか、はい、もうインディーで鍛えてきてますから、はい、勝つためには何でもやってやろうという企画ですよね。なるほど、嵐の先制攻撃、ここまでは功を奏しました。ん、追っていきますね。場外に降りました、嵐が降りました。1961年大阪出身、40歳の嵐、プロキャリアは14年あります嵐です。その嵐が場外追いかけていきます。川田を捉える、リストを掴んだ、投げた、フェンス攻撃、鉄柵です。こらえる、痛みをこらえる川田、三冠チャンピオン。 4.13 武道館では天竜の挑戦を受けることが決まっています。川田俊明です。のど輪に行くか、のど輪に行くか、エルボーで返した、そしてキック、ちょっと不発、そこを突かれた、そこを突かれましたね、はい、嵐タイミングいいですね、いいですね、ここまで順調ですよね、はい、もちろん両者ともにリーグ戦は初戦です。勝てば2点です。リーグに上げた、はい、開幕戦で割とあのいい試合が少ないんですよ、はい、だから体調、エンジンのかかりが遅いたちですから、嵐はそれを呼んでの先制攻撃だったと思いますよね。あ、そうですか、今でも完全に嵐のペースですね、はい、そうですよね、はい、さあチョークスラムに行った、嵐が落としていきました、カウントが入る、これは2で返していった三冠チャンピオンです、河原。嵐はチャンピオンカーニバルは初めてだし、とても楽しみだと、人数合わせかよ、そんな風に言われないようにしないといけないなと話していました。エルボーの打ち合い、エルボーの打ち合い、お互いに耐える、さらに打っていく、エルボーだ、ジャンピングハイキック、膝をついた、嵐が膝をつく。さあ、はい、こういう勝負ところでは、はい、川田っていう選手は本当に強いですね。川田のキックが破壊力ありますからね、はい、嵐はパンチだけでキックがないでしょう。はいはい、なるほど、やっぱり足より、足の方が手より力強いですからね、はい、さあ川田が持ち上げようという形、これはリバース、これはリバース、すぐにキック顔面に来ました、もう一回ジャンピングのハイキック、川田、しかし倒れません、今度は倒れません嵐、これも耐える、これも耐える、キックの嵐、まだ倒れません、根性の男、まだ倒れない、うん、ここで片膝をついた、背中がついた、マットについた、すぐに起こす、ストレッチプラムに行く、ストレッチプラムに行く、川田の必殺技、これで取った、いやーさあ、はい、出した技の少なさですね、はい、はい、川田を怒らせてしまったのは逆にやっぱり失敗だったですね。最後の最後はストレッチプラム一発、3分20秒早い時間で川田が蹴りをつけました。三冠チャンピオン川田、まず2点をゲット、初戦は白星です。いや、貫禄のすごいと言ってもいいですかね。あの先制攻撃されましたけど、はい、キックを出してから完全に川田フェンスに逃げましたからね。そうでしたよね。ちょっと嵐が情けないような顔で受けてましたから、あそこでも勝ちは決まったようなもんだったですね。あ、そうですか、はい、とにかく上を食いたいと、はい、開幕戦が川田だから、はい、その川田戦にまずピークを持っていくんだと話していた嵐だったんですが、はいはい、残念ながらその川田戦初戦敗れてしまいました、まあ、嵐です。トラのタヌキの小技用に割ってしまいましたけど、やっぱりさっきも言ったようにまだあと5戦あるんですからね。はい、はい、
点数重視なんで時間かけなくていいところはかけないで。いやチャンピオンで優勝するっていうのは結構難しいことだからさ、まあ、それを達成したい。さあ永井光也後方回っていったがどーっとこれは急所蹴り、嵐廊下に出てまいりました。一発パンチからラリアット、永井光也ここは嵐に苦しめられています。期待のあたり、これは開幕戦の川田戦で大ダメージを負わされたこの嵐でありますが、パワーボム、いやこれはうまく滑ったか、頭部のあたり狙っていってここはジャンピングに長井光也、さらにはロープの反動を利用して今度はどうぞシャイニングウィザード、片エビ固めカウントが入っていってどうか、カウントは2カウント、長井光也嵐のやはりこれは負傷している頭部のあたりを狙ってまいりました。勝利を確信したかのように長井光也がトップロープにスワンダイブしていってハイパーニークーバー、抑え込んでいってカウントが入ってくる、嵐はどうか、3カウント、長井光也この時点で勝ち点2となりました。A ブロックの一戦、嵐とジムスティールの一戦です。呉市体育館、ここはスクールボーイできたジムスティール、抑え込んでいったかどうか。さあ前日の岡山オレンジホール大会では安城洋次をターボドロップ2で破りました。そして今度はおっと嵐が急所蹴り、これは長井光也戦でも見せました嵐、抑え込んでいってカウントが入っていってカウントは2です。ジムスティール股間に痛みを走らせながら嵐がジムスティールを捉えてくる。さあ重いジムスティールを持ち上げられるんでありましょうかこの嵐。リングの中央でもってここは一発腰のあたりにパンチを落としてまいりましたこの嵐。嵐が赤コーナーにジムスティールを振っておいたが長い足が待っていたジムスティール、スティールが飛び込んでいってこれボディをつま先で蹴っていった、この体勢から嵐がタイガードライバー、抑え込んでいってカウンターいってって3カウント、嵐がジムスティールを破って勝ち点が2、スティールも勝ち点が2となりました。今日は嵐思いっきりジムスティールを撃退したというそんな一戦でした。A ブロックの一戦、ここは投げっぱなしパワーボムに捉えてくるトップロープ最上段、嵐が登っていってフロッグスプラッシュ、安城まともに受けました。さあ嵐がここすぐには抑えに行けません。さあ安城も逃れたですが、しかしうつ伏せ状態、宮城県の気仙沼市総合体育館のリング上、 A ブロックの公式リーグ戦フロッグスプラッシュをかわしたトラースキックからボディーブロー打ち下ろしてまいりましたこの安城洋次、安城ローキック青コーナーサイド、なおも打ち下ろしてまいりましたフロッグスプラッシュ、これはかなり効いたようであります。走っていった低空で来た内股のあたりを、ここは突っ込んでまいりました低空の蹴り安城洋次、さらにはロープを利していってここで2パット、もう1発来るか、思いっきりかち上げたアッパーで来る、足を踏みつけてまいりました安城洋次、リングの中央でもって今日は決めるか、グランドクロス200ギブアップ、安城洋次グランドクロス200で嵐を破りまして勝ち点が3、嵐は勝ち点が2であります。
さあ2002年チャンピオンカーニバル公式戦、今宵第2戦であります。30分一本勝負、まずは嵐入場。川田にやられたその額が痛々しい。しかしその闘志は消えず、嵐。さあこの新潟県長岡市厚生会館、早くも小島コール一色。あのジャイアント馬場さんのお膝元、長岡市、新潟県長岡市にあの小島さとしがやってまいりました。全日本プロレス所属選手、小島さとし、長岡市厚生会館見参、今かと待ち受けるファン。さあ一時は大きい声援が巻き起こった。花道に姿を現したぞ小島さとしが、おなじみのこのコスチューム、そしてハーフマスク、スタイリッシュに登場であります。すでに気合十分。その魂にささかも衰えず、嵐。そのパッション燃え上がっているぞ、小島さとし。チャンピオンカーニバル公式戦、小島さとし VS 嵐、始まろうとしております。小島さとし、ただいま A ブロックで勝ち点6、点数上ではトップ。そして嵐は川田と長井に敗れてスティールに勝ち、勝ち点2。しかし嵐のチャンカンはまだ終わっていない。しかし長岡厚生会館のお客さんは小島コール、面白くないぞ嵐、表情がふてふてしい。これ菊さん、ちょっと嵐の様子がおかしいですね。これやっぱり面白くないでしょうね、油断早々のやつにコールばっかり、どうしようねんだと。そしてまあキャリア的にも、キャラ的にもまだ嵐選手の方が上ですからね。でもあのコブはまだ仕込まないんですよね。そうですよね、石田ですよ、はい。そしてその左目も多少様子がおかしいですよね。腫れてますよね。しかし何といってもあの天竜源一郎に叩き上げで教え込まれた嵐ですからね。そんじょそこらの怪我じゃギブアップしませんからね。もともと相撲出身者っていうのは左は強いはずなんですよね、まあ、ガチンコで鍛えてますから、はい、それは腫れ上がったんですか、かなりのもんですけど、やっぱりそれでも欠場はしないですよね、はい、相撲のぶちかまし、まあ、鉄砲柱にガンガンぶつけますからね、はいはいはい。あれで期待に期待を入れております。嵐のこの期待ではありますが、川田のカウンターエルボーはその嵐の期待を見るも無残に膨らませました。そしてその川田が欠場、言ってみれば A ブロックで川田から黒星を奪われたのはこの嵐一人という、嵐にしてみればなんとも面白くない状況だったら、この会場人気高い小島さとしを一丁食ってやって留飲を下げたいといったところか。嵐、ああぶちかましだ、相撲パワーを侮るな。そしてもう一丁、さあ見下ろします、見下ろします。嵐打ちつけます。そしてヘッドロック、それに対してリストを奪い返していきます小島。しかし菊池さん、このまあ今はちょっと冷静になって考えてますけど、嵐選手とまた小島選手の絡みっていうのも新鮮ですよね。新鮮ですよね。これ小島がね、まともにパワーでいったら嵐も強いんですよね。あ、そうですね、はいはい、
それだけ嵐選手のパワーありますか、はい、キャリアもありますし、素質も十分ですし、ただちょっと今のところ身がつきすぎて重いという感じなんで、そうですね、はい、小島がそこをつけばね、勝機ありますよね、はい、でも嵐選手もその体重を生かしたいわゆるフロッグスプラッシュ、はいはい、一撃必殺の威力を持ってますからね、素人さんが食ったら暴れが増えかねないですよね、いやそれこそ命に関わる問題になってきますよ、さあ小島がその嵐の負傷箇所の側頭部にエルボー、そして重い嵐をボディスラム、このクソ野郎、そしてサマーソルトドロップ、この表情があった、嵐これはドロップキックか、しかし小島選手はこの引きつけますね、本当に明るいですね、まあ、それに対してこの武骨な嵐が面白くないという表情、すごく対照的で、これがまた面白いですよね、はい、さあしかしこの試合チャンピオンカーニバルの公式戦30分一本勝負、優勝に向けて落とせない一戦であります、お互いこの新鮮なフレッシュな対決の余韻に浸っている暇はありません、スリーパーホールド、カウンターのスリーパーホールドでねっちりとその小島のスタミナを奪っていこうという展開か、まあ菊さん、嵐選手今スリーパーホールドに取ってますけども、川田戦では何か来するものがあったみたいですね、何か奇襲攻撃かけた時のね、アイウィングがもう全く普段と違ってましたね、何かこのチャンピオンカーニバルの全てを初戦のこの川田にかけていたというぐらいの意気込み、思い詰めたような顔してましたよね、はい、それがまさかあのような形での敗退、はい、かなり精神的にもダメージを受けたみたいです、あの日はかなりショック受けてましたね、まあそういったそのもちろん額のダメージもありますけど、はいはい、どこまで吹っ切れてるかというのが、はいはい、まあその試合を続けているとこ見あのつけてるのを見てると、はい、かなりもう回復はしてますけどね、そうですね、肉体的にはって精神的にも回復してます、はい、今日なんかかなり落ち着いてますからね、そうですね、はい、まあでも長い選手に敗れてしまったので、はい、もう嵐としてはもう2敗したらちょっとまずいですからね、はい、あのよっぽど混戦になってくればまだ目はありますけど ね、 そうですね、今日負けたらもう終わりですね、そしてその負けられない試合がこの小島との一戦っていう、はいはい、そのチャンピオンカーニバルのこの通気な運命といいますか、はいはい、さあお互いそのタウネスさを競うかのように打撃合戦、そしてブレンバスター、先ほどのまるでバートンとスティールの攻防を見るかのような、ここでも意地と意地の張り合いのブレンバスター合戦、これ嵐選手重いですからね、おっと重いと小島本人も思わず今口にしてましたがその嵐の重さに小島を投げた小島もびっくりだ、しかしそれを投げ切った小島すごいですね、はいはい、下手したら腰痛めますからね、はい、ましてやその嵐としてもここまで綺麗に日本人対決で投げられるとは思ってなかったかもしれませんね、はいはい、まあ、持ち上げたっていうよりはもう反動をつけてぶん回したという感じなんですけどね、はい、それでも重いものは重いですからね、それでまた投げた後の小島選手表情いいですよねやっぱりそのなんていうんですかね、ファンをハッピーにすると言いますか、ああいうところは不安に効果を持たれますよね、しかし嵐はそんなものはお構いなしというような勢いでコーナーへラリアット、一気に小島を大ピンチへと落とし入れていきます、パワースラム、そしてがっちりと体固め、これでフォールを取るか、いやいやいや小島さとし、このぐらいでは死にません、徐々にエンジンが温まってきたというところか、両者先にレッドゾーンを迎えるのは果たして嵐か小島か、おー強烈なエルボー、ガツンという音がこの実況席にも伝わってまいりました、そしてラリアット、おっとラリアットをかわしてゴチゴチカッターは、これは形が崩れた、今ちょっとタイミングが合わなかったですね、ちょっと小島が当てましたね、しかしそれによってこの
嵐のテーピングが外れてしまいましたが、これによって嵐の精神的ダメージがどの程度あるか。まあ、おそらくまあラリアットをうまいタイミングでかわしてダイヤモンドカッター狙ってたんでしょうけど、はい、あとそしてならばと、もう一丁成長、ダイヤモンドカッター、頭部を痛めた嵐にとってはきついきつい一発、体固め2カウント。やはり嵐はちょっと動きが落ちましたね、はいはい、今のでバディ止めたことでなんか傷が気になってきたようですね。そうですね、負傷、はい、すると傷の痛みもありますけども、はい、そういう精神的なその気になり始めると、はい、ペース乱れますからね、はい、さあお客さんの声援を全身に浴びて小島見せるか、エルボー、そして長岡厚生会館に行っちゃうぞバカ野郎の声が響き渡っている。ボードロップ、2カウントは意地でもこの技では取られまいと嵐も必死の思いでボールを跳ね返してまいります。さあしかし嵐一気に蘇生かしヘッドホンスクリュー、この表情だ小島さとし、一気にコージーゾーン、レッドゾーンに突入か。ドラゴンスクリューでその痛めつけた足に対して低空ドロップキック、嵐もその巨体を支える膝にはなるべくダメージを食らいたくないところだが、2発目のドラゴンスクリュー、巨体の嵐にとってはきつすぎる攻撃か。あ、やはり苦悶の表情、体重が体重ですからね、人一倍効きますからね、こういうひねり技はね、しかし嵐にも意地がある、この静まきにはいきません。バックに持った、バックに持った、さあ投げるか投げるか、と待っていたのはカウンターの、あとおじめスリーパーに行こう。さあこの同締めスリーパー、小島の目の前にはサードロープがあるが、近くて遠いサードロープ手が届きません。嵐これ狙ってましたかね、菊池さん狙ってましたね、このぶつかり合いよりもこういう一瞬の隙がついた、はいはいはい、しかし先ほどのドラゴンスクリュー連発が功を奏したか思わぬところで、同締めスリーパーのこのボディシザースのクラッチがいささか甘くなったのでありましょうか。嵐小島にエスケープのチャンスを与えてしまいました。おっと小島、決して軽くはない小島を軽々とパワーボム、さあ行くかフロッグスプラッシュ、嵐が長岡厚生会館中央マウカー、さあフロッグスプラッシュ、嵐返されてしまったぞ。しかし菊池さん、はい、この一発ですね、一発で小島がよく跳ね返しましたよ ね、一気に大ピンチですよ小島、はい、もうお客さんもそれを察して一気に小島コール、はい、でもこれをね跳ね返されると今度は嵐が攻め手がなくなるんですよね。そうですよね、でもまあ8割方攻め込まれていた嵐がフロッグスプラッシュ一発で形勢を逆転したかに思えたが、小島もなりふり構っていられない、その嵐の額のテーピングに対してパンチ、かなり気にした表情を見せている嵐、ここで小島は先ほど受けたダメージを回復に図りますが、あの重い嵐フロッグスプラッシュ一発で根こそぎスタミナを持ってかれたか、ラリアットは相打ち、おっと裏ダイヤモンドカッターリバースダイヤモンド、おおワンドワンド、嵐の意地がまさにその名前の通り吹き荒れております。
何か意を決したようにうなずく嵐、そして小島もその己の右腕に全てをかけるか、自称宇宙一のラリアット、倒れません、もう一発、しかし後頭部に対して三発目、やった体は動かしましたが、その両肩はマットから離れませんでした。最後菊池さん、はい、やはりこのラリアット、まあ小島、まあ、執念のラリアットですけど、今日の嵐も良かったですね。良かったですね、まあ、いい試合でした。あれ本当に紙一重のタイミングでボール返せなかったですけど、はいはいはい、嵐はあそこで片指を返すまだ余力が残ってたということですからね。そうなんですよね、はい、意地が炸裂、大炸裂しました嵐。久しぶりに嵐の意地を見ましたね。はい、13分5秒、ラリアットからの片指固め、小島さとし2点を獲得、8戦に点数を伸ばしました。残り安城陽一とマイクバートを残して小島絶好調、嵐も惜しくも敗れましたが、その WAR 魂遺憾なく見せつけました。チャンピオンカーニバルの今日の試合とかけて春の天気予報を解く、その心は嵐は過ぎ去っていきました。以上です。6人タッグトーナメント優勝決定戦、時間無制限一本勝負を行います。高校団275ポイント、荒谷信孝、300ポイント、嵐、270ポイント、天竜源一郎。さあ、じっくりやります、運登り流天竜。この高校団200ポイント、梶林、250ポイント、ジョージ・ハイ。試合を展開する、そして対象格武藤圭司、この方早くもこれ突っ込んでった、すいません、天竜のラリアットが決まりましたね。はい、まあ、垂直落下とフレンバスター、あーと、もう勝負に出ました。これは簡単戦の決め技と同じですよね。そうですね、ジャイアントノバハイ争奪6人タッグトーナメント決勝戦、まだゴングなっていない、まだゴングなってません、乱闘状態、そして決勝戦スタート。さあ、早くも天竜が数林を捉える、荒谷がジョージ・ハインズを、これは誰が先発、天竜ラリアット、いや本当にね、誰に試合の権利があるか分からないですよね、この場合は、ね、はい、ラリアット。さあ、そして今嵐が先発、そして赤コーナーサイドは武藤圭司、観衆は2150人、超満員であります。もう空席が一つもありません。抑え込んでいったカウントは2カウント。まあ大佐野さん、はい、上り詰めてくるやっぱりチームがぶつかったという、そんな感じでしょうか。そうですね、まあね、天竜に寄せれば三冠王者の俺とね、アジアタッグのね、嵐アライアン組んでて、はい、あのそれで優勝候補って言われなきゃおかしいだろうと、さあとにかく青コーナーサイドはスタミナできます、そして赤コーナーサイドは速攻で来るか、ここはおっと今度はアラヤが、そうですね、アラヤね、準決勝ではねちょっと不甲斐ないところを見せて天竜に払われてましたんでね、怖いところ見せたいですね。はい、あーっと連携ですね、合体で来るぞ、連携で来るぞ、大きな巨大なムササビが強まった、
これは武藤止まらない、抑え込んでいったらどうか、渡るフリーはコント入ってってどうか、フーカウント。いやこれはね、持ち上げてるから落ちた時にね、腰も打ちますしね、はい、かなり荒っぽい合体技ですね。とにかく名誉あるこのジャイアント馬場杯争奪6人タッグトーナメント、優勝するのはどちらのチームか。ホームに振っていって、うまくラリアットをかわしていった、ドロップキック、手を差し伸べてジョージ・ハインズが入ってまいりました。ハインズがフライングキック、今度は天竜に、そしてアラヤに狙ってまいりました。フライングメイヤーからロープの反動にしていった、ギロチンでくるジョージ・ハインズ、思いっきりギロチンです、連発していってかぶせます、抑えていってカウントはという、まあ、ちょっとね、武藤チームは最初の奇襲受けてね、組み立てが狂ってるんでしょうから、ここでうまくハインズが戻していくしかないですね。ラリアット、これは当てがうような感じのラリアット、ジョージ・ハインズボディを蹴りました。前側引っ張り込んでいったかどうか、アラヤがカット、アラヤがこれは後頭部の辺りにラリアット、今度は真正面からは嵐、嵐がラリアットで持ってジョージ・ハインズを捉えています。エプロンからリング下、さあ向こう側、西側の手前側リングサイド、天竜を持ちました、天竜を使って一撃、先ほど痛めてる左腕ですね。天竜はこれ言うなればタイガージェット氏みたいに椅子投げますからね、これ当たったら大変ですよ、だから天竜もジョージに行くのかなと思わせて武藤に行き関係していくというのはなかなか難しいですよね、グレンバスターでくるカウント入っていってどうか、カウントは2です。さあその技を切り返したいジョージ・ハインズです。今度は一応取りましたが、武藤刑事、これ武藤が取りました、まあ、目には目でいきたいんですが、しかしこれはダメという結果に終わってしまいました。ダブルのペースに乗せられちゃってますね、はい、してますよね武藤が、オープニングっていってラリアット、あらやの強烈なすくい上げるようなラリアット、抑え込んでいってカウントかというカウント、赤コーナーサイドは何か僧侶3人という感じがしますが、ちょっとこれはやっぱりパワーの前ではあれですね、あとねペースをつかめそうになると WR 軍がね障害戦に持ち込んだりという形でね、ペースを狂わせていくんですね、はい、バックボーンを蹴られました。そして嵐が入ってくる、ロープに振っていって、嵐のドロップキック、今5分を経過しました。ちゃんとね武藤が入ってくるのも見えてますね、嵐にはね、はい、WR 軍の方が今余裕ありますね、バックを取っていったかどうか、ジャーマンできました、投げっぱなし、時折この嵐というのは山嵐も見せますからね。そうですね、すごい器用なんですよね、こう巨体なんですけども、はい、食べますしね、はい、スープレックスも綺麗ですし、はい、そして天竜源一郎が入ってまいりました。天竜源一郎が逆水平、ジョージ・ハインズの逆水平です。ニュートラルに振り込んで走り込んで逆水平、さあ天竜が DDT、もしかし気合が入ります、天竜源一郎すくい上げてカウントは2カウント、引っ掛けんずい、これが怖い、もう今日2発目ですもんね、出すのもね、はい、さあ荒谷が入ってまいりました。青コーナーサイドは過去大相撲界各界で名を馳せた3人であります。そうですね、パワーボム抑え込んでいってカウントがどうか、カウントは2カウント、いや2という1でしょう。本当にね、WR 軍はね、はい、天竜がうまく2人をコントロールして、はい、回してますね、はい、
新が胸板一発攻撃を放っただけでジョージ・ハインズが崩れるような仕草を見せました。いつ見ても浅野さん、この WAR 軍ってのは元気ですね。そうですね、バックドロップ抑えていってどうか。カウント2です。あの試合のリズムはゆったりしてるんですけども、はい、確実に相手にダメージを与えてるんですね。天竜健一郎が入ってまいりました。おーっと WAR 軍は3人が入ってくる。3人がまずは嵐がラリアット、そして天竜がラリアット、ラリアットの三重奏を受けてしまいました。サンドイッチラリアット、抑え込んだ天竜がめくり上げた。カウントはツーカウント。嵐の方が流れる。ちょっと腰に来ました。天竜が張ります。天竜が張ってくる。逆水平、頑張りますね。はい、小さい竜が大きな竜に捕らえられた。サッカーボール後頭部、エプロンからリングした天竜。追うか。天竜は追わずして武藤とやり合います。武藤がこうやって画面後ろから見てると武藤だかハインズだかね、分かりません、ね、分からないですよね。2段目に真正面からはジョージ・ハインズ。さあミサイル、ヤングドラゴン飛んでった。ミサイル、これを受けてたまらずして嵐が入ってくる。ボディを蹴りました嵐。もう全然ね、体違いますもんね、この2人は。はい、押さえていったらありがとう。嵐がおーっと、このセカンドコーナーに顔面強打されました。足をすくい上げたんでね、そうですね、うまいタイミングでした。バックを取った、投げるか。小さい龍がこの大きな嵐を投げるか。いやー、これはちょっと難しいだろう。嵐がその手を切り込もうという体勢を作りました。嵐一本強い。そして荒谷信孝が入ってまいります。荒谷信孝が入ってくる。ローブロハンドオールしていった。荒谷ラリアット抑え込んで、カウントはカウントは2、ね、ヘビー級の選手が食らうとダメージ違いますよね。はい、あーこれは入りましたね。できた、抑え込んでいった。カウントが入ってってどうか。何かこれ WR でもこれ速攻できてますね。そうですね、それぞれ決め技を出し始めましたね。狙ったんですが引っ張り込んでいった。こういう返し技しかないですよね。はい、さあそして低空できた武藤が低空ドラゴンスクリュー。武藤刑事、もうすぐ天竜が来ますね。天竜位置が悪かった。これが6人タッグの難しいところですよね。あっと前だから、あっと膝ですね、はい、うまくブロックしましたね。はい、シャーニングメダロー行きましたね。カズハヤトは、あっと林もシャーニングメダロー。そしてハイツが、さあ行きますね。やっぱり6人タッグって言いますとね、すぐカバーに入られちゃうんで、こういうふうに速攻で最後は決めるしかないんですね。そうですね、今タイム入りました。10分57秒、トリプルシャイニングウィザードで武藤がアレを捉えまして堂々優勝となりました。いやでも見事なフィニッシュでしたね、この3連発は。はい、さあそして今、トロフィーが
授与されようというところです。いやーしかしあのトリプルスライディングウィザード、これはもう圧巻でしたね。そうですね、やっぱり開幕からね3人あの全てを揃えてき、はい、た意気込みが決勝まで行きましたね。そうですね、いやーそれにしましてもここまで本当に体力締めっていうのは高いですね。そうですね、まあ、本当にこれは逆転勝利ですよね、ジャイアント馬場杯が今出渡されました。まず林、ジョージ・ハインス、武藤圭司、3人の熱血僧侶が今ご覧のようにジャイアント馬場杯を抱いたわけであります。堂々たる優勝、本気なしの優勝、武藤圭司、ジョージ・ハインス、カズ・林。これで武藤圭司はですね、はい、全日本マットでもういろんなタイトルを取ってますもんね。そうですね、ただ全日本に入団してからねこれは初めての勲章ですからね。はい、さあそして武藤圭司が今控室に戻ります。優勝、堂々たる優勝、文句なしの優勝、ジャイアントロバハイ争奪6人タッグトーナメント優勝は笠林、ジョージハインズ、武藤圭司組に決定いたしました。試合前にスタンハンセン PWF 会長より選手権試合宣言です。The second great event tonight is the Asian Tag Team Championship. It's a vacant title held here again at the Nihon Budokan. Tonight's match, the team from Japan, Nagai and Okumura versus Arashi and Araya, also from Japan. The winners of these great championship belts.This great event is sanctioned by the Pacific Wrestling Federation. April the 13th, 2002, President Stan Hansen. Tengarong Hatto の大きな大きなスタン・ハンセン会長から今ご覧のようにアジアタッグのベルトが青コーナーから赤コーナーへとしっかりと今見せられたところです。さあいよいよリングアナウンスされます。この4選手アジアタック王座決定戦60分一本勝負を行います。青コーナー275ポンド、荒谷信孝、平成の生傷男、荒谷信孝、300ポンド、嵐、空爆重戦車、嵐、赤コーナー230ポンド、奥村茂雄、相手を粉砕するか、奥村茂雄、240パウンド、長井光也、疾風怒涛の攻め、長井光也、早速この一戦を実況でお伝えをしてまいります。完全実況生中継。さてこちら放送席の解説、アジアタッグ王座決定戦は歩くプロレス42年史は菊池隆さん、そしておなじみ週刊ゴングの熱血ベテラン記者、大佐野景弘記者にお願いをしてまいります。お二方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実況アナウンス私松崎俊夫でこの一戦をバイオレンスにお送りしてまいります。アジアタッグ王座決定戦、第71代のアジアタッグチャンピオンが今日決まるわけであります。思えば今年の1月14日横浜文化体育館で天竜安城組にノンタイトル戦でありましたが、前チャンピオンチーム北原嵐組が対戦しまして敗れたことによりベルトを返上。おっと早くも速攻できてカウントは2カウントです。さあ菊池さん、はい、とにかくこの、まあ、初代からですね、はい、ずっと名前を言いますと、まあ、かなり時間かかってしまうので敗れるんですが、はいはいはい、まあ、日本に着したのは力道山というのぼり組でしょ、昭和35年、僕もちょうど取材し始めたんですから、はい、アジアタッグの日本の歴史は42年なんですよ、であのベルトはですね、はい、日本武道館で初めてお目にしてるんです。あ、そうなんですか。力道山豊登り組馬場吉村組の頃はね、タッグタイトルはトロフィーだったんですよ。はい、でそれはあの41年の12月に馬場が振り坪エリックと、日本武道館プレス初出場の大会をやった時に決定戦が行われて、その時初めてアジアタッグもベルトを採用されたんです。そうですか、はい、本当にもうプロレス界で歴史のある。ですから菊池さん、はい、言うなれば力道山もですね、はい、今日この北の丸公園にある日本武道館どこかの席でもって、はい、なんかこう微笑ましく見つめているかもしれません。まあ力さんが生きてた頃は武道館できてなかったですよね、39年ですから、東京オリンピックですから、でも
多分気にしてると思います。なるほど、自分があの看板王座にしてた王座ですからね、まあ、私も今年の夏を迎えて新生全日本プロレス実況しまして2年が経ちますけれども、このアジアタッグタイトルマッチもう4度目の実況になりますけれども、はい、本当にこの誰が巻いてもおかしくない、しかしこのベルトを手にするには非常に難しいというのがこのアジアタッグ。そうですね、このアジアタッグを卒業するとメイベンターという人が待ってるという感じですからね、現在はね。はい、大佐野さん、はい、まあ、このアジアタッグもですね、はい、とにかく前チャンピオンの、はい、北原嵐、はい、うん、ちょっとこのベルト返上したのがね、団長の思いだったと思われますけれどもね。そうですね、特に嵐の場合はね、全日本にもう本当に十何年かぶりに戻ってきましてね、はい、あのベルト取った時には、まあ、馬場さんに不義理をしたと昔付き人でしたからね、でそれで取れたんでね、すごい喜んでただけに、でもそれだけ思い入れがあるからね、天竜安城組に負けた時に、はい、チャンピオンにふさわしくないと返上したんでしょうし、その分今日の一戦にかける意気込みっていうのがなんか分かるような気がしますね。本当ですよね、その嵐が入ってまいりました。空爆重戦車190cm 146kg であります。61年11月8日大阪府は森口市の出身。思えば昨年の9月8日この武道館で北原と組みまして、奥村荒谷組と王座決定戦を行い、大勝して第70代のアジアタッグチャンピオンとなりました。しかし先ほどお伝えいたしましたように、今年の1月14日横浜文化体育館大会でノンタイトル戦ではありましたが、天竜安城組に敗れまして、まあ、そのことによりベルトを返上したわけであります。再度ベルトを取れるんでありましょうか、この嵐。レフトからヘッドロックの体勢、力強いこの嵐であります。嵐は加工大相撲の高田川部屋、さらには青コーナーサイドにおります荒谷信隆は大相撲の徳川部屋。菊池さん、はい、まあ、大相撲にはですね、はい、いろんなその一門というのがありまして、はいはい、武系統ありましてね、はいはい、ですからこの嵐と荒谷は高さも一門になるんですけどね、はいはい、そうですね、はい、まあ、これ今全日本随一のパワーコンビじゃないですか。そうですね、ハイキック、強烈なハイキック2連発、さあニュートラルコーナー振ってくる、ロープに振っていって右を見舞った、ニュートラルコーナーサイド、レフトから右を見舞ってまいりました。そして今度は嵐の後頭部のあたりか、速射砲でくるんでありましょうか、長い水だ、速射砲できた、そのまま片指固めすくっておいて、カウントは2カウント、カウント2で返してまいりました。超満員の日本武道館です。場内からは長い、さらには嵐、両者に声援が送られておりますが、どうか、ダイヤモンドカッターを狙ってくるこの嵐、慎重に慎重にことを進めていこうというこの嵐。エプロンからリング下、リング下では荒谷信隆が待っている。さあ荒谷がどうするか、荒谷信隆が長い三ツ矢を割り込んでいって、思いっきりフェンスに激突、荒谷信隆の強襲に遭っています。長い三ツ矢、ちょうど放送席目の前のこの赤い鉄柱の下、さあそして思いっきり容赦なく一発パンチを見舞って、エプロンからリング内、長井光也がこの荒谷信隆の攻撃を食らってリング内、ブルーのキャンバスがきしんでいます。王道バット隠れような体勢、さあカウントが入ってしゃくり上げて、荒谷がどうするか、カウントは2カウント、カウント2で返しました。リングの中央でもって荒谷信隆、エルボー見舞ってくるのか、エルボー、今エルボーで返すんでありましょうか。あのジャイアント馬場杯争奪リーグ戦の決勝戦の再来が、おー、ショートで持ってきた、荒谷信隆にカウンターのキック、カウンターのキックを狙って全部の辺りを蹴りました。ローキックか、ローキックを狙った、長井光也、そして奥村信用が入ってまいりました。敵を粉砕して、歴史がありますアジアタッグのベルトを腰に巻けるかどうか、ロープのハンディア、今度ニュートラルコーナーに、まずはラリアット、長井光也がセカンドコーナー飛び乗っていった、どうか、2位を見舞って、先頭カウントが入った、さあどうか、よくプロレスの実況アナウンサーがオーバーにカウント 2.9 と言いますが、まさしく 2.9、 ロープの反動にしてすくい上げるようなラリアット、
めるかどうか。カウントツー。さあ奥村に勝機到来か。奥村がブレッド垂直落下、抑えた。嵐が入った。ここは嵐がカット。危ないところだったですね。そうですね。でもやっぱり嵐組あの同士打ちからペース崩してしまいましたね。はい、バック当たって投げっぱなしジャーマン。嵐の投げっぱなしジャーマンが炸裂。さあ荒谷に勝機というものを道を仕組んでやりましょう。そして今度は荒谷から嵐が入ってまいりました。奥村茂雄はうつ伏せ状態。15分経過しました。アジアタック王座決定戦、ニュートラルコーナーから手前側に送り込んできて嵐が走っていってラリアット。さあ嵐のラリアットキャンバスの中央でもって怪力を発揮した。タイガードライバーカウントが入って2カウント。嵐ドライバーというものが炸裂してくる。さあ嵐がウイニングチャンスというものを作り上げたんでありましょうか。粉砕者を逆に粉砕するか。さあそして TWF スタン・ハンセン会長の目の前でブロックスプレッシュ。3カウント入るかどうか。いやカウントです。カウントです。奥村返した。さあ嵐ブロックスプラッシュ1度目はかわされた。この体勢からワンハンドで持ってくるのか。あ、これはストロングスラムですね。そうですね。抑えてこれね、札幌から使ってたね新技で、アングルスラムをもじったストロングスラムという技なんですよ。はい、なるほどね。津軽海峡を越えてこの技がやってきたわけですね。そうですね。さあそして荒谷信孝が入ってくる。平成の生傷男が飛んでくるかどうか。エクスプロイダー奥村が決める。そして長井が入ってきた。長井光也ハイキック大振り振って天神区荒谷の胃袋を破るか。これは福士さん、はい、何か運転を狙ってですね。シャイニングウィザード、ウィザードあの膝というよりは太ももですけど。そうですね、長井の太ももも大事ですからね。ご覧をいただきましょう。福士さんおっしゃったようなそんなポジション。ボールしてカウントは2。奥村がラッシュを捉えた。さあ長井にウイニングチャンスがやってきたか。71代のアジアタッグのベルトを取るのは俺たちだと言わんばかり。この体勢から得意技で来るか。ハイパーリーキューバー抑えてダメ、ダメです。選手の得意技が出ました。これからの流れどうなるのか。両方のね、はい、両チームのもうどうしてもベルトが欲しいという気持ち分かりますね。そうですね。嵐ラリアット。さあ奥村がエプロンクラリングした。そして嵐がパワーボム叩きつけた。嵐がそのまま行くか。大の字あと一歩のところで荒谷がフォール。カウントレースレッカウント2で返しました。今先頭で持っているのは荒谷ですよね。そうですね。荒谷あのまま、嵐あのまま押さえ込んでれば勝てたかもしれなかったですよね。はい、長井光也が
荒谷信孝にショートレンジのエルボーを放つ連発で持ってきた。荒谷も力では力でもって王子をという体勢作っています。もう張った、もう張った。荒谷がラリアット立ち上げた。さあボール、カウントが入った。なかなか決まらない。粘る粘る、どこまで粘れるか。完全に無差別です。持久戦か。ムササビが中を回った。これで取れるか。ダメ。あ、これも返しましたね。またもやダメ。いりません。20分を経過。長期戦となりますか。さあどうする。カッと目を見開いて、奥村にはスイッチせず、今スイッチ。奥村がトップロープ最上段から飛んでった。ミサイルキック後頭部。そしてかけた男の意地がこの日本武道館で炸裂しています。さあ奥村が荒谷を捉えれば、長井が嵐を捉えている。青コーナー、アジアタッグのベルトが少しずつやってきくるのか。両チーム、これはま捉えた。さあ丸かれることができない。完全にもう耐久戦ですね。そうですね、もうなんか技よりももう気持ちだけで4人戦ってますね。嵐が崩れた。日本武道館超満員です。手拍子、さらには足踏み状態。この戦況、ヒールヒアヒールキック。今のはタイミング良かったですね、嵐。はい、完全に意地と意地とぶつかり合いだ。さあ嵐、奥村を捉えるか。気合を入れてきた。ヒールキック、奥村、荒谷、荒谷が抑えて、カウントが入った。どうか、カウントは2。さあ後方から今度は嵐が長井を捉える。さあ荒谷が垂直落下。ダイブ。なぜにして決まらないのか。もう解説のお二方もなぜ決まらないのかというふうにコメントがないようです。もう勝負が決まったと思った瞬間が10回くらいありましたからね。そうですね、正式タイム入りました。23分27秒、立ち上げラリアットからの課題日固め。
新チャンピオンとなりました。これで第1代のアジアタッグチャンピオンは嵐とアレーです。そして今スタンハンセン BW 会長からご覧のようにタッグベルトが贈られます。大佐野さん、はい、ちょっとこの試合を振り返っていただきたいんですが、そうですね、もうとにかくね、勝利者賞が4人が全力を尽くしてね、はい、まあ、新チャンピオンは嵐と荒谷になりましたけれども、もう両チームに拍手を送りたいですね、これは。本当ですよね。さあ、そして今、まあ、嵐にとりましては、またこのベルトがやってきた。これはもう何か喜びもひとしおじゃないですね、菊さん。そうですね。で、次に嵐はやはり次のランクアップ、世界タッグを狙ってほしいですよね。そうですね。両手を掲げます嵐と荒谷、堂々たる第71代のアジアタッグチャンピオンが決定しました。この一戦を実況でお伝えをしてまいりました。そしていよいよ次の試合は嵐、荒谷信孝、平井信和 VS スティーブ・ウィリアムス、マイクロコンの相島優斗の30分一本勝負。再び実況を増田俊夫さんにお願いいたします。黄黒の仮面を入ってつけて入ってまいりました。このスティーブ・ウィリアムスであります。さあ今この3選手が先にリングインとなりました。これよりは WAR 軍の入場を待ちます。バースティークラブいつものポーズ、それに浪速の全日本プロレスファンの皆さんが声援を送っています。さあそして平井信一、荒谷信孝、嵐、口を毎日文字に結んで若干ムッとした表情で入ってまいりましたのが平井信一、特艦ファイター2世、荒谷信孝、そして後方からは嵐、WAR リボリューションの T シャツを着て入ってまいりました。第71代のアジアタッグチャンピオンチームであります。ゆっくりと今リングインとなります。そして今エプロンからリングインとなりました嵐、早くも前傾姿勢を取りましたのがスティーブ・ウィリアムス。この三坂町30分日本勝負を行います。青コーナー240番の相島優斗、九州団地は相島優斗、マイクロフォンド発色の体育会はマイクロフォンド、そして殺人騎士ドクターはスティーブ・ウィリアムス、特艦ファイター2世平井信一コールされました。空爆銃戦車、さあ今コール終了しましたと同時に今乱戦状態、今リングベルが鳴りました。大阪府立体育会館も荒れ模様であります。今日の第3試合は6人タッグマッチ、スティーブ・ウィリアムス、ドクターが今放送席付近のフェンスにバックボーンのあたりを激突させられてしまいました。さあリング内でありますけれども、 WAR 軍の相島優斗が捕まっています。改めてこちら放送席をご紹介しましょう。解説はアルコプロレス42年次菊池隆さん、そしてこの方おなじみ週刊ゴングの大佐野影浦社にお願いしてまいります。お二方改めてよろしくお願いいたします。実況アナウンスこの試合私松崎俊夫でバイオレンスにお送りしてまいります。相島優斗がちょっとこれはトラバル組になるかどうか突進していって嵐、
走り込んでいってのラリアットを見舞ってまいりました。この嵐であります。さあ菊池さん、はい、相島優太なんですけれども、はい、まあ、このシリーズは全日本プロレスの2002サマーアクションシリーズなんですけれどもね、はい、7月7日開幕戦後楽園ホールでは七夕マッチ太陽ケアとぶつかりました。はい、はい、久しぶりに頑張ってそれ以上外人でも決めて、ああようやくそうですね、抑え込んでいった外国人選手チームがちょっとここは撹乱されている。なおもこれはスティーブ・ウィリアムスがエプロンからウーッと大掃除の目の前にスティーブ・ウィリアムス。 WR トリオは相手を狙うのはこれも上等手段ですからね、はい、そうですね。そして荒谷信孝がちょうど目の前であります。大掃除の目の前、荒谷が入ってくる。バックボーンはちょうど放送席の手前、スティーブ・ウィリアムスはデンブルあたりを打ってしまいました。さあ嵐が飛んでくるのか、嵐が早くもフロントに走る。もうこれ細野さん勝負出てますか。そうですね、まあ、チームワークから言ったらもうこれは完全にね WR 軍のもんなんでね、はい、傘にかかってうるさいウィリアムスをどんどん出す前に相島を務めてしまおうということなんじゃないですかね。はい、その相島優太なんですが7月17日博多スターレン大会で、まあ、マイベントの8人タッグ戦で土方隆二のハイキックをかなりですね顔面右の後頭部のあたり受けまして1度目でもって長野さん、はい、脳震盪と失神してしまったらしいですね。そうですね、ただねあの時もね、メインでしかも自分がホール取ったわけですからね、はい、その後のこの大阪だけにね、ここはちょっと踏ん張ってほしいですね。試合直後話を聞いてきたんですが、もう土方のですね蹴り技でもって一発でも意識不明になっちゃったらしいんですよね、そうでしたね、もう動きがおかしくなりましたもんね、最後のラリアット行った時に走り込んで行った時にですね技が決まったんですが、本人は前つんで直してしまったと思ったらしいんですよね。気がついたらホールしたというそんな話だったんですが、さあその相島優斗からスティーブ・ウィリアムスにスイッチしてまいりました。菊池さん、はい、このスティーブ・ウィリアムスですね狙うところはやっぱりその三冠戦というのがチラチラしてるんじゃないですか、ね、いやもう本人が一番指揮大会で、はい、これを何を持って、はい、タイトルマッチから外してるんだと、はい、小島より先に俺だろと、うん、もうかなり強烈に主張してまして、はい、もう今日から俺はバッドガイになってやると、全部デンジャラスバックドロップで全員病院送りして俺が挑戦すると言ってましたからね。そうですか。188cm 125kg、負傷した肋骨の痛みも和らぎコンディションも良好だと今日控え室で話しておりました。このスティーブ・ウィリアムス三冠チャレンジに狙いを定めています。おっと早くもショートを持ってくる。右からのアッパーでありますこのスティーブ・ウィリアムスであります。さあテレビをご覧のファンの皆さん、この凶暴な6選手であります。危険ですからテレビの画面からは少し下がってお楽しみください。黄色い線の内側に下がってお楽しみください。でもそんなものは引いてないんですが、さあそして今度はマイクロフォンの速射砲エルボーで来る。うまくこの肘の使い方っていうのは大塚さん、このマイクロトンボ見事ですよね。そうですね、でもう感心するのはね、かなりのキャリアあるんですけども、はい、もうずっとスティーブ・ウィリアムスのサポート役に徹してますよね。そうですね、片指がため抑え込んでいってカウントが入ってくる。分けるレフリーは姉崎五郎レフリーであります。そして今度相島優斗が入ってまいりました。まあ、しかし先ほどの話の続きじゃないんですが、長野さん、はい、相島もですね博多では土方に、失神させられ、それから長門大会7月15日の長門大会ではですね、はい、右の脇腹ですか、マイクロトンドに、フェンスのですね、トップのところでもって打ち付けられまして、なんかもう内出血を起こしてるんですよね。そうですね、あんなに蹴ってるって話しておりましたけれども、その前のクラシック大会はですね、はい、ウィリアムスはバッドボーイ宣言をしたその日にバックドロップで、これも失神しかけてますからね、かなり5難の失血ですよ、相島にとっては。なるほど、まあ、久々の、ね、実戦ですしね、練習始められたのが6月の初めって言ってましたんでね、一応4回勝負4回勝負させてからな、だからなんか170kg 上がったバージョンが120kg しか上がりませんと、まあ、120kg 上がるだけでもすごいんですけどね。本当ですよね、さあそしてスティーブ・ウィリアムスが入ってまいりました。バーシティクラブはスティーブ・ウィリアムスとマイクロトンプでられます。今日の東京外国為替市場は1ドル115円の円高ドル安でありますけれども、このバーシティクラブが臨場にあれば円が140円と円安になるんでありましょうか。さあ今度はどうでしょう、手前側引っ張り込んでくるがどうか、いやキャンバスの中央でもって殺人バックで嫌いなことを振り返ってくる。嫌いなことを回っていった。さあどうか突き放してくるんでありますが、あらや頑張ってるわ、当てがってくる左の腕。今度は平野から原野信孝が入ってまいりました。この第71代のアジアタッグチャンピオンチーム原谷と嵐でありますけれども、菊池さん、はい、なんだか4月13日武道館でですね、そのタイトルを主張して以来、はい、長期、保持チームになりそうな、そんな予感もしますが、どうですか。防衛戦を行わなきゃ長期になりますよね本当に防衛戦の予定はまだないですもんね。ないんですよね、でもあれ6ヶ月でしょ、期限。そうなんですよ、ですからもうそろそろかなと思われますけれどもね。
抑え込んでくるのかどうか。さあ、荒谷、巨大なムササビがこの何話の前中を待った。しかしこれはスティーブ・ウィリアムスのバックボーンのあたりに命中。青コーナーサイドでは平井がロトンド、そして嵐が相島を捉えています。当該戦が繰り広げられておりますけれども、嵐早くももう竹のような汗をかいています。一方こちらは相島優斗。さあリングラーでありますが、ちょっとこれはラリアットを空振り空を切りました。あれは伸びたかでありますが、もう一発空を切りました。ちょっとこれ視界定まってないのか、大丈夫か。なんか今肩の上を取ったのでダメージを打ったようですね。サバサバとやったアライアの方が、はい、ちょっと動きがおかしくなってますよね。はい、そして今度は平井信勝がローブに振りました。あっとこれは抑えられてしまった。エアプレーンスピンの体勢であります。マイクロドンド飛行機投げぐる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 回っている。ここは関西国際空港か。このマイクロドンドがぐるぐる回っていますが、どうか。ドシンとここはキャンバスに叩きつけてくる。その平井はエプロンからリングした。そしてリング内でありますが、乱戦状態が繰り広げられておりますけれども、ちょっとこれ尾佐野さん集中がつかんだ。そうですね、ですね。であのウィリアムスもね、はい、あのムーンサルト避けた時に避ける方向間違って背中打ったじゃないですか、うん、ここで動きおかしくなりましたし、はい、アラヤもかわされたことでね、ちょっと動きおかしくなってしまいましたね。はい、さあどうか。おっと次は次バックドー、ドクター叩いてためしゃくっていってカウンターいってってスリーカウント。イール・ウーリアムス殺人バックドロップで荒谷信孝を捉えました。相島優とバンクロトンとスティーブ・ウーリアムス組に外貨が上がりました。さあやはり菊池さん、はい、まあ、試合中にお話していただきましたけれども、はい、まあ、今日メインイベントでですね、天竜小島の三冠戦がありますけれども、はい、勝った方でやっぱり指揮やるのは俺だぞという、はい、それほどこのスティーブ・ウィリアムス、そもそも今日三冠戦が俺が出てないのが面白くないですから、ウィリアムスにとっては。そうですか。でも今のあれだけの急角度であれ落とされましたら、はい、自分の体重でも組み痛めちゃいますよね。なるほど。さあ今出ました、7分5秒殺人バックドロップからの叩き固め。スティーブ・ウィリアムスがアラヤを捉えまして、スティーブ・ウィリアムスとマイクロコンド相島優斗組に外貨が上がりました。この試合ちょっと大阪さん簡単に振り返ってください。そうですね、あの WR 君絶対優位だったんですが、もう最後はウィリアムスのパワーがもう強引に試合を決めてしまったという感じで、はい、まあ、3冠にかける意気込みっていうのはよく分かりました。あ、そうですね。さあこのスティーブ・ウィリアムスとマイクロコンド、荒谷信孝はかなり殺人バックドロップのダメージがあったのか。今平井、さらにはセコンドに肩を借りまして、これからドレッシングルームの方向に戻ろうというところであります。超満員の大阪府立体育会館、全日本プロレスの2002サマーアクションシリーズの最終戦が行われております。21世紀大阪夏の陣。さあ今スティーブ・ウィリアムスがこちら放送席に今じっとこちらの方を見まして、今の表情からしてもやっぱりクッサー、次は絶対あのプロレス界の主砲は俺が中にしてやるぞというのを何か私に語ったような感じがしますが、それ言いたいところなんですよね。なるほど。さあそして長い舌を出した下まで釣りをしているこのスティーブ・ウィリアムスに、果たしてあのプロレス界の歴史の3つのベルトは手にすることができるんでありましょうか。この一戦を大阪府立体育会館から実況でお伝えをしてまいりました。今日は実況生中継でお伝えをしております。これまで3試合が終了。相島優斗、ちょっと今日相島にしてみれば、自分の納得いくレスリングは大友さんできなかったような感じがしますが、そうですね、やっぱりドタバタした展開ちゃんと辛いですよね、まだね。そうですね、ということで今日の第3試合をお伝えしてまいりました。この後の対戦なんですが、いよいよ世界ジュニアヘビー級王座決定戦、剣道家臣とグラン浜田の試合をお伝えをしてまいります。さあ、これまで3試合終了しておりますが、天竜と小島の試合が近づいてまいりました。それでは両選手の意気込みインタビューしてまいりましたので、 VTR でご覧ください。どうぞ。第3試合です。姿を現しました元空手家相島。
そして日本の国技大相撲出身の嵐、そして荒谷、格闘戦士は抜群のものを持っておりますこの3人、とにかくスーパーヘビー、肉弾戦では負けません。嵐、荒谷、相島入場です。道場破りを敢行した安城陽次、そして元リングスジャパンの永井光也、各団体を渡り歩いてまいりました奥村茂雄、三者三様の人生がありました。しかし行き着いたのはこの王道のマット。それぞれ固有のものが一致団結すればものすごい引き出しになるに違いありません。奥村、永井、安城の入場です。6人国家スタジオに感謝の舞台です。青コーナー245パウンド、相島優斗、まずコールされました相島優斗であります。荒谷信孝、現アジアタッグチャンピオン荒谷、同じく嵐第71代現アジアタッグチャンピオンであります。奥村茂雄がコールされています。元リングスジャパンの永井光、安城陽次の元 UK、 しかし今は全日本を主戦場としております。さて菊池さん、はい、この一戦の 見どころなんですが、この辺りに、あの一つのコンビに一人がちょっと異色なのが入ってるでしょ、UK コンビに奥村、これプロレスの職人ですよね、はい、であの WR 軍に相島と、はい、これの二人が鍵を握るんじゃないですかね。なるほどね。さて長野さん、はい、長野さんはどういう展開を期待しますか。そうですね、あの、まあ、前回の武道館もありましたよね、はい、だそれのなんか続きというかね、うん、前回はあの家臣がかき回してしまってね、なんだかおかしくなっちゃったんですが、まあ、UK 対 WR の中にあの違う人間が2人なるほど、1人ずつ入ってるという感じですよね、さあちょっと揉めているんでしょうか、安城と奥村ですね。菊池さん、何を言ってるんさあ安城仲間外れですですよねあの安城とね永井も決してチームワークがいいというわけでもないんですよね、うんうん、ちょっと安城だけ蚊帳の外という感じもしないではないんですが、さあ先発は永井、そして荒谷、ゴング鳴りました。30分の一本勝負、6人タッグマッチでやります。ロックアップ、さあ力が入ります。菊池さん、はい、もうこの永井も全日本の顔になってきましたよね。なってきましたよね。ただケリーだけは相変わらず強烈です。昨日あの新日本で武道館大会ありまして、はい、飯塚が1年何ヶ月ぶりかでカムバック宣言したんですけど、はい、この永井のケリーで頭部やられてそうだったんですよ ね、もう1年以上も欠場しましたからね、まあ、恐ろしいケリーキックですよ。そうですね。さあその永井、元 UK なんですが現在は全日本の一員、非常に引き出しも多くなってまいりました。小佐野さん、はい、対する荒谷なんですが、荒谷のファイトは最近どう評価ですか。そうですね、ずっと未完の待機、未完の待機と言われていい時はすごくいいんですけどもというのがつくんですが、はい、この長い対ね、はい、あの荒谷はあのババハイの決勝も争いましたし、はい、いいライバル同士で、いつもいい展開見せてくれるんでね、あの楽しみですよね。そうですね、一番この荒谷のいいところってのはどんなところになりますか。そうですね、彼の場合ね、はい、打たれ強いから変に相手の技を受けてしまうところがあるんですよ。あー、なるほどね。ただね、この長いとかもうライバル意識をむき出せる相手だと、はい、自分からも攻めていけるんでね、そこがこの2人の対戦はいいところなんじゃないかなと思うんですよね。なるほど、まあ、荒谷も、天竜にガンガン殴られて鍛えられましたからね、打たれ強くもなりますよ。はい、さあそして安城陽次であります。ミスター 200% 男、この安城陽次、
安城と荒谷の一戦となりました。菊さんはこの安城のファイトはどう見ていらっしゃいますか。僕はね、あのメジャー団体のリングに両手にグローブはめて出てくるのは反対ですね、はい、やっぱりやっちゃいけないと思いますよね、まあ、レスラーであれば、はい、タイツ1枚で出てきなさいと。バートンは片手にグローブはめてますけど、あれは左のパンチを入り物してますけど、はい、これも完全にニュースタイルを自分の勝手に持ち込んでるわけですよ。まあインディーならとにかくメジャーじゃこれはちょっと僕は反対ですね。あ、なるほどね。ローテンフィンガーグローブです。安城陽一、さあ足をすくっておいて後頭部へのストンピングを見せております。さあ赤コーナーに、さあこの辺りのチームワークはどうか。安城陽一がちょっと早の外という感じもするんです。おっと奥村に一撃を加えた。この辺りどうか。いや菊池さん、はい、タッグマッチはですね、はい、うまくいけば 1+1+1 が5にも6にも7にもなるんですが、そうなんですね、ちょっとね、はい、この状態見てますとね、 1+1 が1にしかなってないですよね。なってないですよね。マイナスになってますよ。そのあたりが今後どう作用していくんでしょうか。さあ今度は張り手合戦、奥村と荒谷であります。ものすごい張り手であります。大相撲出身の荒谷、このあたりは強い。さあエルボー、打ち抜くようなエルボー、今度は奥村も返していく。うわーとラリアットでしょうか。この2人は昔コンビ組んで、あのカナダのタッグ王座取ってますからね。あ、そうでしたよね。それでライバルになってますから、なおあの敵抜き出してますよね。さあ今度は相島優斗が入ってまいりました。さあ2プラトンの攻撃を仕掛けるんでしょうか相島。さあ相島と奥村の一戦となっております。さあエルボー3連発、しかし前に出ます。奥村前に出ます。助走をつけてのエルボーですが効いていないんでしょうか。逆に振られた。この辺りどうするか。ラリアット左腕。細野さん、はい、細野さんはこの相島という選手ご評価の方はどうですか。そうですね、前のシリーズで、ね、久々に復帰したんですが、はい、まあ、何せ、ね、何回も手術繰り返して、はい、練習できたのも6月からという状態でね、よくここまで、ね、あの体戻したと思いますよ。なるほど。怪我の具合はどうなんですか。そうですね、まあ、思うレベルは上がらないというふうに言ってるんですが、それでも普通のレスラーから比べたら怪力なんですよね。要は200キロが上がらないって言ってもそれは別にね、もうね、その値がまあ凄まじいものがありますからね。ただやっぱりね、この全日本のマットに上がりたいという気持ちが強かったからこそね、ここまであの短期間で体を戻してね、この記念すべき大会に出てきたんでしょうね。そうですね、今日はセカンドバトル楽しくの戦いであります。第3試合として行われておりますこの一戦です。ジンクラッシャー、さあ今度は嵐です。さあ嵐に入ってまいりました。この体があります。この体が宙を舞うんです。うわー、ものすごいタックル。菊池さん、はい、いやー、このタックルは相変わらず迫力ありますね。凄まじいですね。さあ今度は押し込んでいきました。タッチをしたのは安城陽次。さあ抑え込んで永井が抑えています。安城と嵐であります。何か接戦を展開しているのか。安城と永井、おっと投げにいった。軽々いく。おっと相撲を取っているような。元重量に相撲を挑んだらダメですよ、もう軽々とすくい投げですね。さすがの安城陽次もちょっと厳しい表情。さあ今度はもろ出しの体勢か。ん、足を踏んでいった。さあ下の嵐もこれにはちょっと驚いたか。今度は長井光也であります。さあ羽交い締めにした。安城が行く。あーっと同士打ちだ。同士打ちであります。ちょっとさあ奥村がこれに怒りの表情であります。スイッチワーク、スイッチワークがあまりうまくいっておりません。赤コーナーであります。さあ今度はどうするか。パワーボムの状態か。大きく振り子のように持っていった。ここはどうか。すご
ごい力ですよね。いやいや、もう一気に引っ込んでみました。もうこの場面です。リプレイでご覧いただきたいと思うんですが、いやもう100キロある人間をいとも簡単に持っていきました。ね、あの叩きつけてからさらに引きつけてエビ固めだから ね、 ね、これはきついですよ。さあもう一度いくか。今度は投げっぱなし。そしてこの嵐が飛ぶ、この巨漢が飛ぶか。またまた、これは厳しい、完璧だ。しかし安城が入ってきた。いや菊池さん、はい、今フォローがなければ危なかった。いやもうフォローがなければ2度フォロー取られてますよいやー、すさまじい。この嵐、さあ今度は荒谷であります。ちょっと厳しくなったのが長井光也であります。厳しいパワーボムを2発食らってしまいました。対角線に飛ばした。左腕のラリアット、これは串刺し状態となっております。さあ投げに引か、大きく投げを打つ。さあしかしここは安城が気がつきました。安城が気がついた。下から突き上げるような溝打ちあたりを狙ったんでしょうか。バックを取って、バックドロップ、バックドロップでこの大きな荒谷を投げ飛ばしました。さあそして今度は奥村か。奥村にスイッチであります。2002年に入りまして体を絞り込んで現在108キロ、イメージチェンジを図っておりますこの奥村であります。いやただね、奥村ね、はい、体戻しましたね、うん、あの一時期絞ったのからね、また戻してますか。戻してますね、なるほど。絞りすぎて前病気かって僕も言いましたよ。どこ悪いのって。だちょっと絞りすぎても問題なんですよね。今のこの体型ぐらいがどうなんでしょう、一番動きやすい本人にとってはでしょうね、はい、なるほど。やっぱりレスラーウエイト、肉がないと打たれ弱くなりますからね、なるほどね。さあその奥村、そしてこの荒谷の打撃戦。ああカウンターのラリアット、これも凄まじい。そして今度は相島であります。の後この相島が入ってまいりました。どういう攻撃を仕掛けるんでしょうか。今度は対角線、エルボーバット。さあ人間風車がダブルアームスプレックス、綺麗な弧を描いた。そして抑え込んでいった。ここはどうでしょうか。カウントは2カウント。体は決して大きくはありませんこの相島でありますが、しかし熱血感超激しいものを持っております。さあ今度はトップロープからエルボーを落としていきました。そしてカバーの体勢、しかし安城が入ってくる。さあどうか、ここで長いとスイッチ。さあその長いに対しましてエルボー3連発に待った。さあエルボーの後ろ、リングのほぼ中央、今度は張り手合戦だ。重いミドルラリアット、しかしすぐに立ち上がります。激しい激しい激しい打撃、しかし仁王立つのこの長い、何発打たれたんでしょうか。右の階段、後頭部をえぐっていきました。いや菊池さん、はい、長いもかなり打たれてますよね。でもあのチャンスを待ってました。一発のハイキックはすごかったですね今のは。そうですね。さあカバーの状態3つ、やはり菊池さん軽いノーシュート起こしてたんじゃないですか。ああなるほどね。小佐野さんどうですか。いやあの今のハイキックとね、その前にね一発返した判定はもうあれは勝打ですよね。そうですね、あの完璧な KO 勝ちですよねこれは。キックボクシングのような凄まじい打撃を見せました長井光也であります。いっぱいされた赤コーナー、しかし勝ったのはその赤コーナー、長井がボールを奪ったわけであります。最後の場面、この勝打の後です。このハイキック後頭部をえぐりました。起こしたであろうこの凄まじいキックであります。10分36秒耐え固め、長井が相島をホールした一戦でありました。この後の一戦は第4試合、スティーブ・ウィリアムス、マイク・ロソンド、グラン・ナニワ対ジョニー・スミス、ジョージ・ハインズ、グラン・ハマダの一戦であります。
さあ菊池さん、はい、大丈夫でしょうかね、愛知は瞬間目がうつろだったんですけど、今ちょっと戻ってきたみたいですね、まあ、それだけ凄まじい威力だったということですよね、はい、すごい破壊力だったですね、若手の肩を借りまして今ようやく控え室に下がりますが、凄まじい一戦、第3試合でありました。天竜軍対武藤軍5対6イーメーションマッチを行います。山の分岐点、人生の岐路とは己が迷えぬ道が出来上がる。心中に祈念するもの、それは己しか知るものなし。何時掟を破るのか、それとも掟を守り念仏を唱え大使となって天にも昇る、これ我の道なのか。朗々と流れる独協の中を念仏大使が現れる。くまなく暗夜してきた一人の念仏大使、唱えながらやってきた道は王道街道、その中を今新崎人生が現山、自ら地の精霊に勝利を記念し、そして邪念を払い、これより神聖なる戦場へと登場。願わくばその道を無事に戻れるのは天の神、地の神、両の神しか知る由もなく、最終地点王者の道、王道でこれより八戦に挑む一人の念仏大使。精神を一つにして念仏大使、ここに現る。武藤軍240番の新崎人16年6月16日、群馬県出身、過去参戦したマットは WAR、 バトラーズ、 FMW、 IWA、 DDT、 新日本、一ノ国と様々なリングを経験。これより12年ぶりに古巣のマットに戻ってきた名物栗原正雄、世界ジュニアヘビー級王座次期挑戦者決定戦でジミーヤンと対戦し、
ファイナルカットで激勝、見事次期挑戦権を獲得した。さあ、ハズ林、70代のアジアタッグ王者でもありました。先日自ら主催する格闘技集団キャプチャーでは熱戦を展開。さあ、久しぶりこのブルーの大海原王道マット、ここが俺の戦場。さあ、意地と名誉をかけてこれよりこの男が戦場へやってくる。WAR リボリューション、北原光輝が颯爽と入場した。186cm110kg、 兄はあのファンタスティックスのモビー・フルトンであります。全日本プロレス初登場は92年新人ジャイアントシリーズでありました。さあ、今日はイルミネーションマッチではありますが、どんな活躍をするんでありましょうか。少しハイツが入ってきた。1961年11月8日、大阪府は森口市の出身。大相撲時代は高田川部屋に所属しており、引退の地88年1月全日本プロレスに入団しました。190cm140kg。 さあ、俺の行く道を阻む者誰でも容赦はしない。さあ、俺がお前らを粉砕してやるとばかりにやってきた嵐。緩和し、体調も不調。今回は天竜との争いも休戦宣言し、武藤明細に全力を注ぎます。デンジャラスドクタースティーブ・ウィリアムス。さあ、今日もバーシティクラス、デンジャラスドクターは一体どんな仕事をこの報道マットで見せるか。
の光が差し込めば、それは栄光の輝きを示すのか。今天界から勝負する大王が間もなく間もなく間もなく舞い降りようとしている。天賦の才能を持った男、ここに現る。この早くも乱戦状態。挨拶は菊池隆さん、長野翔さん、二人よろしくお願いします。よろしくお願いします。実況は私松崎敏夫でバイオレンスにお送りしてまいります。さあ早くも場外乱戦、これはもう収集が長野さんつきませんね。そうですね、あの、はい、なんて 10選手ですもんね。まず林が放送席の目の前、さあ武藤が天竜を捉えてくるか。いきなり対象対決みたいな形になってますね。はい、シュミット式、さあ武藤圭司が飛んでった。しかしカットに入ってくる WAR 軍、乱戦状態になりました。いや、いきなり武藤がね、はい、あの膝のリスク考えないでね、はい、ムーンサルト打ってきたっていうのはこの試合にかける武藤の意気込み分かりますね。そうですね。さてこの試合のルールなんですけれども、あの退場され、ホールされればそのまま一人ずつ退場ということになりますね。そうですね、あの最後にどっちの選手が残ってるかですよね。はい、武藤圭司、そして武藤圭司から勝林入ってまいりました。織原正雄、10年ぶりにこの古巣のマットにやってまいりました。さあメビウスの織原正雄が、お、ここはさあ相手を指さしまして臨戦態勢を作ろうというところであります。さあ菊池さん、はい、織原正雄12年ぶりですね、まあ、トンパチは一回り も悪くなって帰ってきたと、ね、本当悪ガキですね。もうそうですね、平成2年の6月6日のここ日本武道館が、はい、彼は全日本最後の試合だったんですよね、2月にデビューして6月に離脱してるんですよね。はい、まず林、ちょうどねウィリアムスがね、はい、全日本に初参戦したシリーズにあの荻原はデビューしてると思うんですよ、はい、2002年のエキサイトシリーズでしたから、それが今ね一緒にタッグ組むようになってるんですよね。そうですよね。さあそして新崎人生が入ってまいりました。180cm 108kg の新崎人生。さあそしてコーナープレス抑え込んで、カウントはどうか、カウント1です。この試合はワケルレフリーは和田恭平レフリー、そしてサブレフリーにはウォーリー山口、姉崎五郎、両レフリーがサブレフリーを務めます。メビウスの織原正雄、まあ、本当にあの様々な団体上がってますよね。岸さん、あちこちで暴れて自分の主催工業もやってるでしょ。はい、で普段騙したり相手騙したりしてますからね。宝くじ当たったって言ってね、はい、それ賞金にしてみたりとかなんかやってますよね、紙でさっさば作ってみたりさ、かなり悪いことやってますよ。そうですか、クジングがいいんでしょう。そして北原幸喜スイッチしてまいりました。この北原幸喜は
辻さん、はい、まあ、あの横浜大会で、はい、その第70代アジアタッグのベルト、まあ、その時はあのノンタイトルだったんですが、はい、安城天竜組と対戦して敗れましてね、はいはい、まあ、その試合を最後にとりあえず返上ということになりました。そうですね、はい、まあ、チャンピオンチームが敗れたというのは、ノンタイトルであってもみっともないということで返上して、はい、元からキャプチャーやってますからね、そっちもかなりあの忙しかったでしょうし、はい、あキャプチャーが地味ないいレスリングやってますからね、そして嵐が入ってまいりました。大きな嵐、試合前、まあ、表情だけを見たんですが本当にですね、いつになく気合が入っていました。やはり WAR 軍とバットの、まあ、全面戦争といっても過言ではないこのイルミネーションマッチ、天竜源一郎がやはりですね、こういった試合をマッチメイクするにはもう無刀軍バットを潰すしかないとそう思ったんでしょう。決めてまいりました嵐、ここはロープに振られるか、ロープに振られる、帰ってくるところは新宿先生、肩口から当たってまいりました嵐、ロープ反動にしていって、ここはどうか、股間をかいくぐった、うまくトラースキックを見舞ってまいります新宿人生、うまくボディをついて、さあ武藤が入ってまいりました、武藤刑事が念仏捉えてきて、さあここでもって新崎人生が拝み渡りだ、拝み渡りを見せて新崎人生ペアアウト、手がたらはスティーブに落とした、武藤も挟み一緒になって念仏捉えてましたね。そうですね、織原がと、ここはおーっと手ぶらだ、コーナーから見せましたね。そうですね、あの初めの頃はね、はい、このフェンスにいつもすねをぶつけてて、はい、どうやったらぶつかんない飛び方をできるかっていうんでね、SWS 時代から打ち始めたんですね。いやー、本当綺麗に決めましたね、本当に無鉄砲ですけども、うん、運動神経いいですから、はい、綺麗に決めますよね、こいつ絶対街で喧嘩したくないって言ってますか。今5分を経過しました、まあ、1人がホールされればそこで退場ということになりますね。ですからもう5人を潰さなくちゃいけないんですよね。そうですね、天竜は語っていました、この試合は WAR としての集大成だと。さあその対象格天竜源一郎、 WAR の旗を掲げる天竜源一郎にこのスティーブ・ウィリアムスが力を貸しているわけであります。これはでもちょっと不安なんですよね、武藤軍団打倒のためには力貸してるんですけど、はい、決して WAR に強調したわけではないでしょうから、で天竜はスタンハンセンとはいいコンビ組んでるんですけど、はい、ウィリアムスはちょっと不安ですよね、逆水平天竜源一郎、 WAR の大将がここは逆水平、そして北原、嵐が行きました。さあジョージハインズ、ジョージが送った、待っておいてローブリフった二段蹴りさあクリクリ、あーっとクリクリコースが出ました、もう完全にチーム無糖ですもんね、クリクリコースが出たところで汗クロスが入ってまいりました、汗がスティーブを捉えてくるんでありましょうか、ここはボディスラムから、そして風林が乱戦状態になりました、サウンディングの雨あられ集中ゴールといったところか、ちょうど長谷がいい司令塔になりますよね、はい、武藤そのものはタッグあまり上手い選手じゃないですからね、どっちから言えばシングルの方が強い選手ですから、はい、長谷がいい散歩ですよね、はい、そしてニュートラルコーラーから、おっと天竜源一郎はペットボトルにうーんと口の中水を含んだ、それを行きました、さあ天竜源一郎もう本当にですね、天竜源一郎何をするか最近分かりませんもんね。いやでも怒った時の天竜強いし面白いんですよね、今は姉崎レフリーでしょうか、やられた模様です。武藤のポーズを取りました。赤コーナーサイドにはウォーリー山口レフリー、青コーナーサイドには姉崎五郎レフリーがついています。その止めていた姉崎レフリーを天竜がどうやら口に水を含んで、吹きかけたようです。長谷博士、さあメビウス織原正雄が入ってくる、織原がボディを蹴って、そして後頭部のあたりに
今度は顔面をかきむしる決まったドロップキック、折原正雄に落としてまいりました。抑え込んでいってカウントはカウントか2カウント、ダブルテン長谷博士、長谷博士がこの折原正雄、これはまず下すんだったら菊池さん、はい、バットは折原でしょうか。まあウェイト的にも一番軽いですよね、まあ、あとは作戦次第でね、人数が多い時にみんなでね上の方の人間を落としていくって手もありますよね。さあ2投練りを加えたエルドを見せてまいりました。折原をローブに振って足を作った張り挟み状態から、ここ勝林が入ってくる、勝がエルボを落としました。3人は、はい、そして勝先生が初めて味わうこの痛さ、折原正雄腕を取っておいて長谷博士が入ってまいりました。長谷博士、折原正雄の左の腕、さらにはボディスラム、ナマスカ。さあ今日もこのこれは期待できるんじゃないですかね、折原軽量なんでね、うん、はい、何回いくのか長谷博士。さあ皆さんもカウントダウンしてください。天竜がカットに入ってまいりました。今10分経過、もちろんこの試合は長期戦になります。 WAR とバットのイルミネーションマッチ。あ、折原とね、カズ林、カズ林、はい、支流時代やってますね、タッグでね、はいはい、6人タッグかなんかのトーナメントで多分当たったと思うんですよね、意識しますよね、この体格だと、うん、はい、ボディ蹴りました。ディエルキックが空振り空を切りました。そしてオリアの足を取りました。カズ林シュミット式に捉えてきてあの人もニャイスしましたね、はい、武藤もそれをうなずいた。あっと嵐が、これはサンダーファイヤーか、林が捕まった。折原決めましたね、ムンサルト抑えていって、あ、よく感じましたね、あのカードも強力でしたよね、はい、そしてロープに振られる、帰ってくるところラリアットを返しました。カズ林、いやー、これ今本当にスリーカウント入るかなと思ったんですが、です、ね、粘りますね。後方を守り込んでいったメビウスの折原、ロープのここはセカンドスワンダーとしてそうですね、うまくブファドーラをねドロップキックで撃しましたね、はい、天竜が、あというしまったという表情を浮かべた。しかし北原を蹴りました。北原にエルボを奪ってくるカズ林、ラリアットを返していってちょっと相打ち意味か、ここはぐるっと回っていって北原浩樹が入ってまいりました。北原と折原トゥープラトンでもってアリアット、逆肩寄りに捉えた、ところが決まった、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 まずはアット、カズ林が退場になりました。一気に上昇、今のはもうちょっと ね、 そうですね、入る段階のもんじゃないですよね、はい、場外戦、カズ林を放り投げた天竜、いやー、それにしても天竜源一郎の塚田君が終わりました。ちょうど放送席の目の前、カズ林が
天竜に頬を並べた。一方 WAR 軍からは下がれ下がれという声でありますが、リングラインはあーっと元第70代のアジアタッグコンビ嵐と、そして北原、エプロンからリング下に転落は、さあやっぱり一人決めると流れがなんとなくね、ガラッと変わりますよね、はい、やっぱり先に、誰かをやってしまうというのは大事ですよね、そうですね、ちょこちょこ走り回ってたやつがいなくなるとガラッと変わっちゃうからな、そうですね、はい、ここで完全に出会い頭バットは苦戦、そして WAR の方は優位に立っているわけであります。腕を回し込んでいった後方を回りました長谷広、長谷広がこの嵐を捉えています。じわじわとした試合展開に来る、そしてジョージ・ハインズが入ってヘッドバット、嵐の左の腕をへし折ってやるぞとばかりに、ここジョージ・ハインズが嵐を捉えています。5人が息を合わせ勝利を目指す、まさしく人海戦術に出なければいけません、この5対5イルミネーションマッチ、時間無制限一本勝負、極論すれば明日の朝まで戦っていてもいいわけでありますが、2段蹴りはジョージ・ハインズ、トップロープ最上段にジョージ・ハインズが持っていった、ヘッドバット抑え込んでいってカウントが入っていってどうか、カウントは2カウント、北原コーチがカットに入ってまいりました。いや北原のこのカットもいいんですがブーイングもすごいですね、浅野さん、そうですね、北原って本当に肉々しく見えますよね、はい、どっちかというとブーイングが似合いますよねとにかくあの格闘技集団キャプチャーの主催者でもあります、投げっぱなしのジャーマンか嵐、15分を経過しました。 WAR 軍はこのジョージ・ハインズを早く捉えようというんでしょうか、まあ、それこそ最後に武藤を1人残してみんなでボコボコにしちゃうとかね、考えてるかもしれないですよ、はい、パワーボム、はい、出しました、コーナーね、この体勢からブロックスプレッシュ決めて、大スリーカット、退場になりました。新崎人生がトップコーラー登っていって念仏大使が飛んでくるか、ここは念仏ダイブ抑えて2カウント、さあご覧のようにカズ、林、そしてジョージ・ハインズが退場ということになっています。トラスキック、抑え込んでくるか、新崎人生念仏を唱えた、北原、前と北原がなんかキーマンになって動いてますよね、かき回してますよね、久々の王道マットなんで本当に元気ですね、ツープラトンで持ってくるか、新崎人生を唱えるか、完全にこのゲリラ殺法で来る WAR 軍、折原がディセイブ、抑え込んでカウントは2カウント、いやーこれはあの折原は早く決められるかなと思ったんですが結構粘ってますね、そうですね、もう今5対3でしょ、はい、さあここは新崎人生マンダラひねりが出るか、そうですね、マンダラひねりからの極楽固めですね、極楽固め、相手を成仏させるか、さあ対象方が出てまいりました、逆進兵、逆進兵、新崎人生捉える、レビウスの折原がここは走り込んでいった、そしてスパイダージャーマン出ますね、俺にやらせろと言ってますね、これもできるぞばかりに天竜スパイダー、
あ、そっから折原が飛びますよ、これは。そして、うわ、折原新作人生捉えられるか。カウントは2カウント。あった、武藤、武藤が天竜に手をかけようというところでありますが、天竜が今大佐野さんのマイクロフォンのですね、カフを奪い取ろうとしておりました。さあここは蹴っておいた裏切り、新作人生、そして念仏を唱えれば念仏パワーボム、抑え込んでいってカウント、スリーカウント、これは完璧でしたね、今のはね。パスの機能を今カバーしてるね。やっとダブル AR 軍一人退場になりました。そして逆水平、逆水平からグーパンチ、新崎人生捉えるか、天竜源一郎。まずはスティーブ・ウィリアムスがここでもってショートのジャブ、2月に待っていったところ、天竜源一郎が入ってまいりました。さあ対象角、天竜源一郎、逆水平、汗のしぶきが上がっていったところでありますが、逆水平を今度はニュートラルコーナーで見舞ってくる天竜源一郎、ボディースラム。さあ天竜トップロープ最上段から急降下、ダイビングエルボーで、あっと武藤圭司がカットに入ってまいりました。武藤も向きになってきましたね、うん、はい、そろそろね。キャンバスの中央でもって天竜源一郎が新崎人生を捉える、トラースキックは新崎人生、スワンダイブしちゃった、新崎人生少し息が上がっているんでありましょうか。長谷博士が入ってまいります。昨日はこの日本武道館セカンドバトルで天竜源一郎と長谷博士がぶつかりました。逆水平を見舞ってくる。20分を経過しました。この5対5イルミネーションマッチ、スティーブ・ウィリアムスと武藤圭司。思えば昨年の7月、武藤が3冠を取っていた頃、この日本武道館でスティーブ・ウィリアムスはチャレンジしたわけでありますが敗れ去りました。やはり菊池さん、はい、そういった思いがタッグ戦ではありますが、はい、スティーブ・ウィリアムスが武藤圭司とぶつかりますと、はい、そういうことその能力をこもげるかもしれませんね。そうですね、はい、新日本プロレス時代からの因縁もありますしね、はい、新日本の頃はね、ウィリアムさんが断然リードしてたんですよね、うん、まだ武藤が、まあ、分かって言わないですけどもね、はい、まだ売り出し中の頃でしたからね、ハイキック、北原その蹴りを取ったと竜巻が舞いました。さあ手を差し伸べて朝広志が入ってくる。戦う国会議員が入ってまいりました。フィギュア4レッグロック、さあ朝広志ちょっと足が滑ったんでありましょうか。今完璧にこれ入るところなんですが、北原幸喜を救援に来たのは嵐。嵐がカットに入ってもこれは長谷博士、フィギュア4レッグロックは決まっています。長谷博士がキャンバスの中央で太いこの北原幸喜の足に自らの足を絡めまして、足4の字固め、上のカメラからご覧いただいています。しっかりと長谷とあって逆になりますと、今度は長谷博士が苦しい対戦になります。今度は長谷博士が腕立て伏せ状態、俺はまだまだできるんだとばかりにぐるぐる回っていってダブル AR コーナーになりました。ダブル AR コーナーからはさあ誰が救援に駆けつけるか、嵐か、さあ天竜にまずワイルボー、しかし天竜終わりました。天竜を誘ってくる。やっぱりこのバットとして菊池さん、はい、長谷博士はなんとかそのダブル AR の大将首を狙いたいところですよね。そうですよね。スティーブ・ウィリアムスが入ってまいりました。スティーブ・ウィリアムスが逆水平、長谷博士が胸板のあたりを叩きました。逆水平、さあそして天竜源一郎が入ってくる。天竜源一郎と長谷博士の局面を迎えています。逆水平から思いっきりアラグーパンチ、グーできた。
今度は新崎人生、人生をロープに振っておいてショルダースルー。さあ北原ではなく嵐にスイッチ。ちらっと今北原と嵐が何やら耳元で作戦会議をしました。キャンバスの中央から今度は嵐が力だけでもってロープレッドした。抑え込んでいってカウント入ってきてどうか。カウントは2カウント。ダブル AR 軍では折原が退場、そしてバットではカズ、林、ジョージ・ハインズが退場しています。おーっと山嵐ストロングスラムと本人は言ってますね、これね。抑え込んでいってカウントは2カウント、4対3ということになっています。ダブル AR 軍が人数的には優勢でありますがどうか。アンチを止めていって下から突き上げるような感じ。スティーブ・ウィリアムス、あーっと新崎人生が右の膝をついてしまいました。ローブのハンドオールしていったがどうか。あーっと裏蹴りはダメ、ライアット。スティーブ・ウィリアムス抑え込んでいってカウント入っていってどうか。カウントは2カウントです。2年前ね、やはり武道館で人生、ウィリアムス、シングルでやってますよね。ドクターボム抑えた、3カウント。またウィリアムスに外貨上がりましたね。はい、バット3人目の退場は人生。そして長谷博がウィリアムスに逆水平に待ってまいりました。さあ、まず試合がスタートしました。3分でカズ林が退場、12分48秒でハインズが退場、18分26秒で折原、そして24分で新崎人生が退場ということになっています。最後に出てカウントはどうか。もう武藤が大将と副将だけになってしまいました、ね、そうですね、かつての IWGP のタッグチャンピオンになってしまいましたね。本当ですよね。それが王道マットで見られているわけでありますが、さあストレッチになります。スティーブ・ウィリアムス、やっぱりこれクッサン、はい、残るべき人物がやっぱりマット残ってますか。そうですね、天竜軍がわざと周りを削ってこの2人に焦点絞ったとも言えますからね。はい、ストレッチマスター。抑え込んでいってカウントはどうでしょうか。カウントは2カウント。やはりこのサードバトルは天竜源一郎プロデュースということで、絶対にこれは負けるわけにはいきません。 WAR の大将天竜源一郎、抑え込んでカウントは2カウント。長谷博、戦う国会議員、経済不況の日本とこの王道マットをなんとか支えようという長谷博。抑え込まず、ここはどうするか。練習は積んでてもね、はい、こういう長い試合はやっぱり慣れてないと、長谷がしんどいでしょうね。はい、全日本プロレス名物の持久戦であります。完全にこれ持久戦になりました。そして北原幸喜が入ってくる。この2人もね、はい、新日本対 WR の時にね、火花散らした仲ですからね。そうですよね、2人ともね、カルガリーで成長したレスラーなんで、ライバル意識あるんですよね。はい、スタンピートレスリングでは本当に両者期待に優しい活躍してまいりました。ボディを蹴られます。長谷博士、さあこのまま決まった。ノーザンライトカウント、2カウント。逆に長谷の得意技のノーザンライト決めてきましたね、うん、はい、の方が嵐が入ってくれば、長谷博士ちょっと右の、脇腹の下、そのあたりを痛めつけられてしまったんでしょうか。一瞬苦悶の表情を浮かべる。ロープに振られる。帰ってくるところは嵐のフライングキック、片襟固め。どうでしょうか。カウントは2カウント。こうやって菊池さん、はい、持久戦になりますとやっぱり WAR 軍優位ですね。まあ、特に長谷が練習していても試合経験ほとんどないですから、はい、やっぱり試合のスタミナというのは別物ですからね、はい、こういう長丁場に入ってくると不利ですよ。そうですね、ショートの蹴り技。さあ天竜源一郎、元気な天竜源一郎から北原。今日は北原かなり本当に一騎当選といいますか、大活躍ですね。長谷さん、そうですね、要所要所でいい動き見せてるんですよね。はい、北原がロープのハンドを利用してカウンタールキック。まだまだ溜めています、力を溜めて北原幸喜がカウンター。強烈なカウンターのキック、見舞っていった。その先に襲いかかっていってカウントは2カウントです。さあ人海戦術は見事、ダブル AR 軍であります。バックを取ったがどうか。
あっと東軍蹴り。これが武藤のプライドというものを傷つけてまいりました。ナチュラルヒールって感じですよね。これ引いて買うわ。ローキックローキック、今度もお返し。北原の後眼を蹴り上げた。後眼打ちか。オーバンライト本家本元スリーカウント。北原が対象になりました。自分が先にやったからしょうがないですね、この決勝よりはね。28分5秒で北原幸喜が退場。さあ嵐が入って、そして汗広しを対角線上振ってくる。嵐が突進していった。ラリアット、嵐ラリアット、汗のしぶきが上がりながら両者が胸板に。今度はカウンター。ダブル AR 軍は動きはどうでしょう。一瞬ちょっと今天竜カットかなと思ったんですが、すぐにやめました。ローブの反動を利用してカウンターのキック。長谷博、天竜蹴った。嵐ラリアット。さあ天竜入ってまいりました。天竜が相手を見据えてラリアットサンドイッチできた。天竜が汗を捉えて垂直落下、抑えていってカウント、スリーカウント。さあ武藤一人ですね。負けになりました。これはなんと1人29分18秒、で汗が退場。ドラゴンスクリュー。さあ今画面の方字が消えている選手は退場しました。残るは天竜、ウィリアムス、嵐、さらには武藤。この状況だとギブアップを奪う技っていうのは難しいですよね。そうですよね。一瞬のスリーカウントかなんか狙わないと、はい、全体としてはもう WR 軍の作戦、ほぼ作戦通りですね、最後に武藤を叩きにしてやろうという、自分に何人が残ってるかだけの問題であってね、はい、さて30分を経過しました。完全に武藤圭司、これは狙われてくるでしょう。武藤圭司の痛めている膝のあたりをつきました。そして今度はスティーブ・ウィリアムスが真正面から右のストレートを狙ってくる。さあ今度はフェイスロックを狙ってくるスティーブ・ウィリアムス。武藤圭司絶対絶命とお伝えをしておきましょう。サードロープにエスケープをしたんですが、武藤圭司には今現在は過酷な条件が課せられております。もうカットに入ってくる選手はいないんですから、じっくり関節技でスタミナを奪ってもいいわけですよね、もう WR 軍はね、何してもね、妨害されないですもんね、はい、逆水平。さあ居酒屋で管を巻く52歳もいれば、戦っている52歳がここにいる。天竜健一郎グレーパンチグルタ逆水平。フェイスクラッシャーに捕らえられてしまいました武藤圭司。これまでか。テレビの前の武藤ファンの皆さんは声援を武藤に画面を通じて送っていることでしょう。さあその声援を受けて武藤圭司、嵐が入ってきた。またしても窮地武藤圭司。シャイニングウィザードまでには息つくことができるんでありましょうか。武藤圭司コーナーに送り込んできた。嵐ラリアット、ボディースラムから嵐がのど笛を切るぞというポーズ。巨大な嵐が登ってフロントスプレッシュ。もね、ここであえてねパッと起きたってことはよっぽど苦しいってことですよね、はい、もうなんとか勝たなきゃということですよね。天竜にも決まった。さあスティーブ・アイルボー、嵐が後方からやってまいりました。そしてローブの反応を利用していったが飛びついていった。フランケン肩がついてどうか。
スリーカウント頭かなんか打ったんですかね、感じなかったですね、はい、頭をしっかりと押さえておりました。さあタイムの方は32分です。32分40秒。さあ残るは WAR からは天竜とスティーブ・ウィリアムス、そしてバットはただ一人武藤圭司。いやー垂直落下、押さえ込まれてめくり上げられてカウントはどうか、カウント2、カウント2。場内からはもう武藤に声援が送られていますが、そのファンの声援に応えられるかどうか。天竜がキャンバスの中央でパワーボム押さえ込んでいって、うーっとどうか、うん、カウント組んで返しました。粘りましたね、クスさん。もうギリギリのところですね、必死の粘りですね。はい、バットの面々がリングサイドから声をかけるが、バーバーボム取り返した、ブランケン捉えた、どうかカウント1です。カウント1で返しました天竜源一郎。武藤をしっかり見据えて勝負が始まる。竜巻が待っていったところ、そしてスティーブ・ウィリアムスが入ってくる。スティーブが力を貯めておいて逆水平、思いっきり逆水平放ちました。エンツイ、ちょっとこれカスタネード、今珍しいですよね、こういう形でやるのね、はい、ボディを蹴ってグーパンチ、スティーブ・ウィリアムスゴール打っておいてパワースラム流し込んだ、両方の足をすくってくる。さあスティーブ・ウィリアムスが逆肩襟型に捉えてくる、完全苦しいぞこれは。救援に誰も駆けつけられません。バットの面々声をかけるだけ、苦しいぞ武藤圭司。浅く入ったこのボストンクラブ、こういうのは苦しい、完全にこれは武藤圭司。サードロープでエスケープしました。サードロープの中間地点、ここは武藤圭司持ち綱を掴んだ感じ。ではやはり菊池さん、はい、武藤圭司痛めているその足でも、そしてまたもう後の頑張りも切れてくる根拠だけですよね。そうですよね、気迫がどうか、残ってるか、カウント2で返しました、ね、武藤とすればね、もう天竜ウィリアムズどちらでもいいから倒して、とにかく1対1の状況に持ち込めればというふうに思ってるんでしょうね、それも今のところちょっと難しそうだしな、ね、はい、デンジャラスバックドロップ、これは体を浴びせましたね。そうですね、はい、シャーニングウィザード、天竜が真正面から来るんでありますが、その天竜の足を取ってドラゴンスクリュー、天竜に今日2発目のドラゴンスクリューに舞いました。さあ武藤は絶好のチャンスとなるのか。しかしバットの勝利はこのスティーブと天竜を破らなければ勝利とはいきません。まあ、今日2回目のミスタックですね。サラトバンデッタ天才が中央、やっぱりちょっと気が痛そうですね、右足膝をやった、本心の力でカウント2カウント、カウントは2、カウントは2です。和田レフリーはキャンバスを2回叩いた、若干足を引きずりながら天竜が入ってくる。サルト2発は無理だったんじゃないかな。あ、さあ天竜は赤コーナーから一旦エプロンに下がりました。リング内は武藤圭司、そしてスティーブ・ウィリアムス。天竜が入ってきて円錐引っ掛けるような円錐でした。武藤が前方にダウンしました。しかし足はやはりドラゴンスクリューのダメージがあったんでしょう。天竜源一郎
ショートのパンチからデンジャラスバックドロップ、スティーブ・ウィリアムス、さあこれで取れるかどうか、カウント入っていく、もう一発くるぞ、バットが破れたり、さあ今手元にタイムがありました、37分59秒、スティーブ・ウィリアムスが武藤敬司を捉えまして勝利を手にしました。さあ菊池さん、この試合振り返ってください、どうですか。はい、はい、天竜の作戦通りの勝利ですけど、最後の武藤の頑張りすごかったですね、やっぱり最後に意地を見せてくれました、はい、とにかくムーンサルトを2回やるだけど、はい、最近もう無理強されてたことをやってしまったんですからね、はい、さあ、ベンテラスバックドロップから37分59秒、スティーブ・ウィリアムスが武藤を捉えまして、この試合は WAR 軍に1回戦上がりました。いやー、長丁場になりましたけど、やっぱり卓球元気ですね。そうですね、さあ敗れはしたものの、しかし今日は本当にこれ見応えのあるプリフェッシュマッチでしたよね。さあ今両チームが控え室に戻るところであります。スティーブ・ウィリアムスが最後に出ました。そして今花道を去っていくところであります、スティーブ・ウィリアムス。それではちょっとリプレイしてみましょう。いやいやいや、これすごい角度ですね。2発目ですね、はい、でも疲労も蓄積されてる上のこれですからね、抑え込んでいって3カウントとなりました。いやー、本当に見応えのある試合、やはりもう天竜プロデュースかなといった感じがしましたけれども、いやー、最後はですね、もうこれ、1段ぐらいやるんじゃないかなと思ったんですけど、はいはい、まあ、しかし、37分59秒、ウィリアムスが武藤を捉えまして、WAR 軍に外貨が上がりました。さあ生中継でお送りしてまいりましたこのサードバトルだったんですけれども、振り返っていただきましょう、菊池さん。はい、まあ、やっぱりね、今の試合ももちろん良かったんですが、はいはい、オールドバーグの方に来てしまいますから、はいはい、いや、僕オールドバーグの試合も良かったですけど、僕アラエの頑張り今日は良かったなと思います。あ、そうですよね、はいはい、チャンピオンカーニバルの時ぶつかった時はね、はいはい、玉砕されてしまったんですが、はいはいはい、かなりほど粘りましたもんね、はいはいはい、アラエ楽しみになってきましたね。そうですよね。さあ、大佐野さんは今日振り返ってどうですか。そうですね、はい、全体的な興行で見ると登竜門もあったりしてね、かなりバラエティに富んだ、まあ、激しくというタイトルはついてましたけども、やっぱりプロレスの根本は楽しいという要素もあるわけでね、非常に楽しくて激しい大会で良かったと思いますね、はいはい、試合終わってマグナム東京と会ってきたんですけどもね、はい、本当にいや今日は本当良かったです、良かったっていう、まあ、自分でもその試合内容を、はいはい、満足していたというそんな感じがしたんですけどね、はい、さあ本当にですね、昨日今日2日間にわたって生中継でお送りしたわけなんですけれども、やっぱり浦田さん、はい、この試合もね、もう手に汗握る試合ばかりだったんじゃないかなと思いますが、熱湯に次ぐ熱湯でしたけども、はい、やはり、まあ、ゴールドバーグ最初は、ね、ゴールドバーグが話題でしたけども、蓋を開けてみれば、この全日本生え抜きの選手が素晴らしい全日本らしい試合を見せてくれてね、やっぱ武道館でやることの意義というものが、はい、皆さんこのレスラー全日本にいることのが分かってらっしゃる。そうね、はい、さあそれとその気になる K1 選手が昨日来ておりました、ボブサップなどそれからサムグレッグもおりましたけれども、K1 選手それからプライド選手も何か今後ですねこの王道マットに上がるのではないかという、そんなことも言われているんですが、そのことを簡単にちょっと菊池さんお願いしたいんですが、いや彼らがプロレスをやりたいというならいいですよ、自主格闘技戦を持ち込んでくるんでしたら反対です。それは全日本らしくないですからね、はい、大園さんはどうですか。そうですね、だから彼らがプロレスラーになりたくて本当にプロレスを覚えて一生懸命プロレスをやるというのは大歓迎ですが、はい、プロレスそんなに甘くないですから、はい、
あのいろんな世界から、ね、来てみんな苦しんでるわけですから、まあ、彼らも相当な覚悟がないと来れませんよということですよね。そうですよね、まあはい、WCW でボブサップ活躍しておりましたけどもね、そのあたりどうなんでしょうかね、まだまだ王道マットですね、目が離せません。2日間生中継でお伝えをしてまいりました。解説は菊池隆さん、大下野谷さん、どうも二方ありがとうございました。ありがとうございました。そして今日は私松崎敏夫でお送りしてまいりました。それではこのあたりで今月まるか東京団の日本武道館からお別れです。全国の王道ファンの皆さん、ごきげんよう、さよなら。この番組は終了いたしました。以降この番組の購入をご希望される方は EPG 番組ガイド誌などで再放送スケジュールをご確認の上、購入手続きを行ってください。さあいよいよ副将戦、運命の副将戦です。そして菊池さん、はい、これは軍団構想を抜きにしても楽しみなシングルマッチ。そうですよね、まして小島がチャンピオンですからね今ね、はい。さあ今ゴングガッチリとロックアップ。さあ奇襲攻撃で幕を開ける展開が多かったこの試合、綺麗にロックアップから入っていきました。しかし力みなぎるロックアップ、双方譲りません。さあこの巨漢同士、まさに全日本プロレスの醍醐味であるヘビー級のぶつかり合い、これからリング上で展開されることでしょう。その体重144キロの巨体を支える膝はもはや限界に来ているのか。ロープのリバウンドを利用してのエルボー、しかしアラシがご覧ください、今の表情。いや菊池さん、迫力ありますね。迫力ありますよ。いやこのようなアラシを見るのは久々じゃないですか、はい。最近怖い嵐が見られなかったんですよね、今日は見られそうですね。札幌で行われた停戦ホールでのアジアタッグではジュニアが相手ということになってね、はいはい、ここまでね、はい、その嵐が潜在能力を解放する必要はなかったんですけども、そうですよね、はい、今日はね、なんといってもこの小島聡、ましてやこの新日本プロレスから渡ってきた、まあ、嵐にとっても戸様という意識が強いでしょうから、はいはい、負けられないという思い人一倍、少なくとも嵐にとっては小島よりも勝利の重さというものを分かっているのではないでしょうか。さあ嵐、一時は劣勢に立たされましたが、ここで一気加勢に攻めて天竜に嬉しい2勝目をプレゼントすることができるか。なんといってもここで嵐が勝てば武藤軍と WAR 軍星取りは五分と五分、2勝2敗並びます。大将戦天竜源一郎に全てをかけることができるの。あーっと144キロをぶっこ抜いた。さあ小島聡、やはりみなぎるパワー解放してまいりました。近頃ファスティングをしてダイエットに成功したという小島聡ですが、パワーはいささかも衰えていません。さあしかしブレインバスターの体勢は、まあ、この体勢で嵐にも踏み答えられたらちょっと持ち上げるの難しいんじゃないですか。危ない、一瞬上がったんですけども DDT のような体勢になってしまいましたね、はい、これは小島悔しい表情を一瞬浮かびました。やっぱり持ち上げきれなかったですよね、小島聡の性格から言ってこの力負けしたっていうのがね、はい、やはり悔しいでしょうね。もう一回狙うんじゃないですか、あやはり来ました。ドコンドーラにきた、驚きました。呼吸が良かったですよね、嵐が踏み答える前ですからね。こうなってくると嵐は自分のこの150キロ近い体重がだとなってきますよね。そうですよね、巨漢レスラーはその投げられることに慣れていないですからね、はいはいはい、その自分の体重にやられてしまうということがあります。さあ変形のネックブリーカーから再び体固めの体勢、
しかしこの小島聡もこの146キロの嵐をコントロールするのはいささか骨が折れるのか、だんだん息が上がってまいりました。ものすごいドロップキック、この体型でここまで綺麗なドロップキックを見せるのは嵐の他にいないでしょう。いやー、一瞬のこのバネの速さ、菊池さん、驚きですよね。いや、嵐はこれがあるんですよね。そしてオリンピックスラム、そのまま後ろに落としていきます。嵐が使えば両国スラムといったところでしょうか。軽々と小島を抱え上げて後ろに落としていきました。そしてじっくりとパワーを立てて投げっぱなしのパワーボム。さあ嵐が来る、嵐が降ってくる、フロークスプラッシュ。さあカウントワーツ、そんなバカなといった表情嵐。いや、小島よく返しましたね。よく返しましたね。あの体重で真上から落っこってこられるんですよね、はい、あのフロッグスプラッシュは言ってみれば嵐にとっても捨て身の技じゃないですか、はいはい、あの体重で飛ぶわけですからね、はい、自爆したらもうダメージ大きいですからね、はい、これを返されては嵐はきついが、なんとここで嵐が同締めスリーパーホールド。これは奇策に出ました、はい、珍しいことやってますね、あの巨体を食らって呼吸が苦しい小島にとってはこれは本当に厳しい攻めじゃないですか。はい、もう長谷が必死だってよく手を合わせ言ってますけどね、この参謀役の長谷が慌てて小島のもとに駆け寄りましたね、はいはい、それだけこれはやばいと思ったんでしょうね、はい、長谷博も。あ、そしてこれ片始めのように体勢になりました。そのロープエスケープする小島の右腕をさらに抱え込んで落ちかけてますよ、タズミッションの体勢、これはいけません。さあ小島には耐える力があっても落としてしまえば一緒の、あ、小島の手が力なく、さあ2度目、これで3度押したら小島の負けだ。あーっと終わってしまうのか。ああ蘇生しました、蘇生しました。危ない。しかし嵐ももうこれしかないといった表情で締め上げる。あーっとエスケープ、武藤軍にとってはまさに胸を撫で下ろす一瞬、そして WAR 軍にとっては何とも恥知りをする思い。でも小島はここでスタミナかなり消耗してるでしょうから、嵐ここで畳みかけなきゃいかんですよね。ガクンと動きが落ちました。おっと勢い余って、焦ってますね、小島の頭上をかすめてまいりました。そのラリアット、しかし逆に脳が揺れてダメージがあるんでしょうか、はい、おっとモンゴリアンチョップ、嵐ももうなりふりかまった、こじかった。まだまだ小島には隠し持っている技があります。小島聡はまだその全てを出していません。逆に手がつきたのは、晩作つきたのは嵐の方か。再びじっくりと力を貯めてからのリング中央コシコシカッター、覆いかぶさるようにしてカウントが進むが、これはカウント2、嵐も返していきます。いやー、これは厳しくなってまいりました。ピンチの後にチャンスあり、嵐にとってはチャンスの後に大ピンチ。さあサポーターを外した、おお、ニューキック、巨体がふわりと浮きました。タイミング良かったですね。さあそして、いやー、まだ足りない。なんとかして菊池さん、はい、嵐はもう一回フロッグスプラッシュに行きたい。そうですね、はい、そして小島はラリアットに持っていきたい、はいはい、まあ、フロックスプラッシュもう一発ヒットしたらもう小島動けないですよね。そう、ジャーボンスープレックスホールド、見事な人間強。菊池さん、この体でこんな見事なブリッジ、嵐もすごいですけど小島もすごかったですね。いや、この体であそこまで見事な人間強を描いてくるのは驚きがありません。あー、ラリアット、もう体ごとぶつかっていくようなラリアット、クリーンヒットしなかったのが痛いところ。
これは菊池さん、今のはラリアットにならなかったのが痛いですね、まあ、半分相打ちみたいな感じになってしまいましたからね、小島にしてはその右腕を振り抜けなかったのが痛いですね、はいはいはい、あしかし先に立ち上がったのは小島の方、さあかわした、あーしかし帰ってきたところにウエスタンラリアット、返した返した、男嵐意地があります、しかし小島の目を死んでいない、さあこれでパンチチュース終わってしまった、嵐奮闘むなしく砕け散る、そして小島さとしは最後は天下の宝刀ウエスタンラリアット WAR の野望をまさに粉砕、菊池さん、はい、熱闘でしたね、いい試合でした、素晴らしい試合だったんじゃないですか、小島にはやっぱりあのチャンピオンになってシングルマッチで負けるわけにはいかないという意地がありますよね、はい、そして敗れた嵐は呆然自失、これで残念ながら菊池さん、はい、WL 軍は負け越しが決定してしまいましたね、決まりました、はい、でも逆に、まあ、負け惜しみじゃないですけど、はい、これで天竜の怒りっぷりはますます面白くなってきましたよね、そうですよね、この世に産声を上げてからは様々なハードルを飛び越えていかなければならない、格闘家としての試練の場、それが四角い戦場リングである、黄昏時の武道館にまたしてもゴングの音色が鳴り響く、さあお待たせをいたしました、全日本プロレス創立30周年記念王道30ジャイアントバトルイン武道館、これが97回目の全日本プロレスの興行であります、いよいよファイナルバトル、新しくの戦い、文字通り今日から新しい戦いがこの日本武道館王道天守閣で始まろうというわけであります、さあ今リングインとなりました外国人選手3強、ジョージ・ハインズ、ジム・スティール、マイク・バートン、今日も左の拳がうなるんでありましょうか、マイク・バートンであります、俺たちの行く道にその道を阻む者は誰だろうと容赦はしない、さあそんな中これよりは WAR 軍の3選手が入場してまいります、平井信孝、荒谷信孝、嵐、荒谷と嵐は第71代のアジアタッグチャンピオンチーム、長期政権になりました、さあ今この WAR の3選手がリングインとなりました、これよりはダイナミックな6人タッグマッチをお伝えしてまいります、6人タッグマッチ3着のトシを行います、青コーナー250パンドジョージ・ハインズ、冒険野郎ジョージ・ハインズ、250パンドジム・スティール、鋼鉄狼がこのタルマル公園にやってまいりました、250パンドマイク・バートン、今日も左のこの拳がうなるかマイク・バートンです、赤コーナー235パンド平井信和、特艦ファイター2世平井信和、280パンド荒谷信孝、平成の生傷男荒谷信孝、嵐、そして嵐がコールされました、早速この6人タッグマッチ実況でお伝えをしてまいります、後方にはご覧のようにこの日本武道館にジャイアント馬場さんがお見えになっています、その馬場さんが見つめる中、これよりはこの6人の強豪選手によりまして6人タッグマッチ30分一本勝負が争われます、さあそれではこちら放送席を改めてご案内してまいりましょう、私のお隣は解説おなじみ歩くプロレス43年史菊池隆さん、そして週刊ゴングでおなじみその胸には竜の魂が必ず宿る大佐野影さんのダブル解説でお伝えをしてまいります、どうぞ二方よろしくお願いいたします、よろしくお願いします、実況アナウンス私松崎俊夫でこの一戦をバイオレンスにお送りしてまいります、東京九段の日本武道館から実況生中継で全国の全日本プロレスファンの皆様にお伝えをしております、さあ今レフリーチェック、分けるレフリーはウォーリー山口であります、アメリカンプロレスを心から愛しておりますウォーリー山口、
そのウォーリー山口がこの一戦を裁くわけであります。さあ今ゴングになってスタートいたしました。6人タッグマッチ30分1本勝負。まず先陣を切りましたのは赤コーナーサイドは嵐、そして青コーナーサイドは鋼鉄狼ジムスティールであります。キャンバスの中央で両者が組み合いました。まずは力比べの様相を呈してまいりましたが、ここはどうか、突き放してくるんでありましょうか、どちらが突き放すんでありましょうか。じりじりと寄ってくる。さあここはフェアに王を分かれました。お互いにまずその力を確かめ合ったというそんな戦法でもってこの試合が先陣を切って落とされたわけであります。まず組み合っておいて、そしてほぼロープの中間地点からニュートラルコーナーに寄ってまいりました。ニュートラルコーナー付近から今度は押し込み体勢、押す力は嵐の方があるんですが、ここはジムスタースティールが押し込んでくるんでありましょうか。突き放しました嵐。まだ力比べの様相でありますが、ここからどういう風に移り変わってくるのか、この6人タッグマッチ30分1本勝負であります。菊池さん、はい、まあ、あの第71代のアジアタッグチャンピオンチーム荒谷嵐なんですけれども、はい、まあ、先シリーズ札幌でですね、林ヤンを退く長期政権になりつつあるという感じがします。はい、まあ、あの札幌は相手がジュニアヘビーでしたから、はい、まあ、ちょっと挑戦するのが無理だったという感じだったですよね。長野さんはどうご覧になりますか。そうですね、はい、あのとりあえずね、防衛戦の回数がね、はい、少ないんでね、あの本当でしたらアジアタッグっていうベルトは、ね、ガンガン防衛戦があって、はい、それによってあの認知度も高まるだろうし、ファンの注目も集めるだろうしというふうに思うんですが、ちょっと今の扱いは僕は不満ですよね。はい、でそれはやっぱり嵐荒谷にとってもそうだと思うんですけどもね。なるほど。さあここはニュートラルコーナー付近でもってまずはパンチを落としてまいりましたジムスティール。このシリーズの開幕戦からちょっとその左の肩口を痛めております。ジムスティール、力を利してラリアット、これはうまく嵐が返しました。ジムスティールはご覧の表情、なかなかやるな多いというそんな表情であります。ならば俺の方から突っかかっていってやろうかという、お互いに長丁発し、おそらく顔面に今ツバが飛んでいる。これぞまさしくツバゼリ合いであります。さあそして今度はレフトからヘッドロックを出します。バックドロップ、バックドロップの強襲。この放送席の後方には嵐の女性ファンがおります。盛んに嵐嵐と声援を送っているわけでありますけれども、当人の耳にも伝わっているでしょう。そして今度は荒谷信孝が入ってまいりました。力では十分にやります。このアウト荒谷が後頭部のあたりにエルボーを落としてまいりました。そして今度はニュートラルコーナーに送り込んでくる。走り込んでいって、レフトからちょっと嵐がどうしたか、タイミング外しましたね。さあそして今度マイク・バートンが入ってまいりました。日本の若い男性ファンからはそのバートンが出てくるとバートンさんという声がかかるわけであります。逆水平を担ってまいりましたマイク・バートン。今度は荒谷のショートレンジからのエルボーであります。さあ荒谷信孝、この荒谷信孝も小島聡には依然として強い闘争心むき出しでもってシングルマッチが組まれると真正面からぶつかり合うわけでありますけれども、なんとか小島の持つベルト、さらにはやはりその上の三冠ヘビー級のベルト、荒谷の胸打ち、俺がダッシュしてやろうというそんな心構えでいることは間違いありません。ドクターファイター2世の平井信和が入ってまいりました。今度はショートレンジのエルボー、モンドリ打って問われました平井信和であります。さあ平井信和、ニュートラルコーナーから今度はジョージ・ハインズが入ってまいりました。ジョージ・ハインズ、63年6月の1日、オハイオ州出身、兄はあの有名な選手ボビー・フルトンであります。今年5月のジャイアントババハイ争奪6人タッグトーナメントでは武藤和林と組みまして優勝を成し遂げたわけであります。勢いをつけて各シリーズで奮闘中のジョージ・ハインズ、一方は平井信和、股間をかいくぐってくる。さあコスト今度は後方に守っておいた、今度はグランドの展開が平井信和でありますが、起き上がっておいてレフトからヘッドロックの体勢であります。平井信和起き上がっておいてどうか、ラリアット、これはうまく二段蹴りをうまく払いました平井信和。お互いが見合いました。今日10月27日は今から5年前 WAR の試合で群馬県伊勢崎市民体育館にて行われた WAR 認定世界6人タッグ選手権で北尾浩二、望月正明とこの平井信和が組みまして王者チーム北原浩紀、荒谷信孝、ランス・ストーム組を破りまして第15代王者チームとなった思い出の日でもありますこの平井信和。その平井信和がウィット自軍コーナー寄って、その時にも嵐が待っていた。
10月4日愛知県体育館での武藤軍対 WAR 軍では小島とぶつかり肉弾攻防戦を展開しました。この嵐長野さん、はい、まあ、あの武藤軍と WAR 軍の試合、まあ、あの熾烈な抗争を展開したんですけれども、はい、まあ、嵐もですね、小島とすごい好試合を展開しましたね。そうですね、はい、だこの嵐にしても荒谷にしてもね、はい、小島といい試合やりました、はい、永井も小島といい試合やりました、みんなが小島だけじゃなくね、はい、他の相手とも毎日いい試合をやることによって、それが実績となって、人気にもつながるし、ファンも認めてくれるし、タイトルマッチにつながるということでね、うん、毎日頑張ってほしいですよね。なるほど、そのあたり菊池さんはどう感じられますか。やっぱり小島の上手さです。結局小島がいいってことになるんですよね。あれが今のスチールとちょっとタイミングずれたでしょ、はい、あれ両方とも下手くそだからいうことだ。そうですか。さあ歩くプロレス43年史菊池隆さんからそろそろ辛口のコメントが残っています。日本武道館から生中継でお送りしております。このジャイアントバトルイン武道館ファイナルバトル新しくの戦い、肩入り固め背中で押さえていってカウントが入りましたが、カウントは2カウント。ジムスティール鋼鉄狼であります。来日前にちょっとその左の肩を痛めたというこのジムスティール、そのジムスティールからマイクバートン、大将格が入ってまいりました。バートンディザスター、さらにはラストライドでもってこの WAR 軍を仕留めることができるんでありましょうか、マイクバートン。しかし嵐が今度は力だけでもってフライングメイヤーに来る。荒谷信孝が入ってまいりました。さあ荒谷信孝、今年4月13日この日本武道館で手にしたアジアタッグのベルトも長期政権になる、そんな予感がいたしております。またチャンピオンカーニバル、さらには8月30日のこの武道館決戦でも小島さとしては好勝負。さあなんとかそのファンの間からも小島を破り、さらには三冠のベルト絶対に手にしてほしいというそんな声も聞かれているわけでありますが、その荒谷信孝を自軍コーナー青コーナーサイド、ロフトからショルダープッシュの体勢を作るのはマイクバートンであります。後方から、そしてジムスティール、そして前の方からはジョージ・ハインズが挑みかかっていってるわけであります。ジョージ・ハインズがここはニュートラル、いやエプロンからリング下、さらには追ってまいりますジョージ・ハインズ。ダブルスレッジハンマー、エプロン越しから展開してまいりましたこのジョージ・ハインズ。至近距離から荒谷信孝を捉える体勢を作っています。今度はフェンスに一撃しましたジョージ・ハインズ。モンドリ打って苦悶の表情を作っています。ちょうど向こう上面フェンスの角付近でもってこのジョージ・ハインズを痛めつける。今度はちょっとカメラが危ないか、カメラが危ないぞ。ブレストの当たりを強襲しましたジョージ・ハインズ。ちょうど放送席向かって左側、そして荒谷信孝がまた向こうの方を見やります。ウィーンと投げかかった先には平井信孝が待っていた。ここは WAR 軍、やはり菊池さん、はい、そろそろ息が合いつつあるというね、はい、そんな感じですが、まあ、天竜の決勝スターシリーズは WR 嵐をエースにして、はい、いい働きしてましたからね。そうですよね。さあそのジャイアントシリーズの前のシリーズになります王道30周年ファン感謝ツアー開幕戦の所沢大会、平井新谷嵐組は土方長谷武藤組とぶつかりました。まあ、勝敗の方は20分19秒、ノーザンライドで長谷が平井を捉えたんですが、その、直後長野さん、はい、まあ、あの嵐がですね武藤に対しましてマイクを掴んで、天竜さんがいないからといって中心になってんなよと、はい、またぶっ潰してるぞというふうにね、うん、言ってあのロープにくくりつけたんですよね。そうですよね、それこそね武藤もね、はい、そのなんていうんですか、その全日本の中をシャッフルしたいというあれもあるんでしょうけども、もう嵐も荒谷も天竜さんいなくたってできるじゃないかと、うん、はい、自分たちでやったらいいんじゃないのというようなねセリフがたびたび出てきてますんでね、はい、こういう天竜のいない試合でどれだけインパクトを残せるかですよね。そうですね。ここは場内から手拍子を募っております。ご覧のように画面の左側ジムスティールであります。そしてジョージ・ハインズを自分コーナー赤コーナーサイド、平井信和が入ってくる。さあ平井が今度はボディを蹴りました。平井がここのショートの蹴りでもって今度はニュートラルコーナー付近、ニュートラルコーナーに持ってくる。反対側対角線上振り込んでくる、走り込んでいって平井がどうぞカウンター、足を突き立ててまいりました。ジョージ・ハインズ走り込んでいったこと、長崎パワースラム抑え込んでいってカウントがどうか、カウントはというカウントです。平井信和今のパワースラム、長野さん、はい、まあ、あのタイミング的に良かったんですが、ちょっとそのカバーに行くのが浅かったような感じもしますね。そうですね、はい、あの平井っていうのはね本当に何でもできるしね、試合運びもうまいですしね、はい、あのもう10年選手ですよね、ただなかなかねそれが勝ち星に結びつかなかったりチャンスがないっていうのはね、はい、ちょっとかわいそうかなという気もしますよね。本当ですね、うますぎて器用貧乏とかもちょっとあるかな、突進していって荒谷信孝肩襟固め、思いっきりその
すくうような片襟固めだったんですが、荒谷信孝リングの中央から今度は送り込んでくる荒谷信孝、しかしここは蹴り技見舞ってくるジョージ・ハインズ、走り込んでいったかどうか、狙っていた荒谷信孝抑え込んでいってカウントが入るかどうか、カウントは2カウント、危ないジョージ・ハインズ。さあそして荒谷信孝、ここはジョージ・ハインズの頭部のあたり、顎のあたりに手をかけまして、ほぼキャンバスの中央で持って後方回りました。そして後方回り込んでくるかどうか、ジョージ・ハインズ、荒谷を投げられるんでありましょうか。それも荒谷は蹴り込んでくる、走り込んで2段階、あーカウンター、荒谷信孝カウンターでこれは蹴られてしまいました。この技を見ると菊池さん、いいタイムに入ってますね。そうですよね、まあ、その昔国際プロレスで流血怪人と言われておりましたアレックス・スミルノフの蹴り技、そんな感じですか。体型も似てます。そうですか、頭の格好まで。はい、菊池隆さんはその当時昭和56年に崩壊しました国際プロレスのテレビ実況中継の解説をやってらっしゃいました。まあ、その後は SWSWAR と、まあ、いろんなそのリングサイドでもって解説をしていただきました菊池隆さん。さあそして今度は嵐とジムスティール、一旦攻防戦の様相になりました。両者の肉弾攻防戦、さあ今度嵐をロープ、いや逆に振られたジムスティールはどうするか、ちょっとタイミング合わない、ストロングバスターに行くか、そのバックドロップ、ストロングバスターちょっと足を滑ってカバーの体勢抑え込んでくるんですが、マイクバートンが入ってまいりました。ちょっと菊池さん、はい、この試合は息が途中で合わないという、スティールが入ってくるとリズム乱れちゃうんですよね。相当これ長野さん右の肩どうなんですか。まあ、右の肩もあるし、あ左ですね、ごめんなさい、肩の問題もありますし、はい、まあ、あとはセンスの問題もありますよね。センスだよな、ね、怪我は理由にできないですよね、うん、そうですか、辛辣なそんなお二方のコメントになってしまいました。そしてリング上はそのジムスティール、バートもね、せっかくスティールとコスチュームまで揃えて、そうですね、最強タッグに引き込んでるわけでしょ、はい、だからこのスティールもうちょっと頑張ってもらわないとチャンピオンも難しいですよね。スティールは第63代のアジアタッグチャンピオンでしたからね。片指の中で、ね、抑え込んでくるマイクガーダン、どうか抑え込んでいってカウントは2カウントです。髪を掴んでいった、さあ嵐、重い嵐をどうするか、マイクバートンです。まさかこれで行くのかな、イルザカワ、これは無理でしょう、腰を落としました。嵐、そして今度はショートレンジで持ってのエルボー合戦になりました。エルボー合戦の様子を提示するゴールデンレフト、しかしこれは嵐には通用したかどうか、今度は引くか、嵐を持ち上げるがダメです。大相撲の世界では、はい、大相撲の世界での腰が重かった嵐、さあ今度はその嵐をフィルザパワーに捉えてくる、フィルザパワーに来るぞ、今危なかったですね、抑え込んでいって片襟固め、カウントはどうか、カウント2カウント、もうあの嵐をね釣り上げるだけでもね、これは見ものですよね。そうですね、さあそして嵐をニュートラルコーナーから向こう側ニュートラルを送り込んでくる、走っていったらまずアウト、カウンターのキックはジョージ・ハインズに、今度は嵐が押してくるが、バートンがラリアット、それを後方回っていった、捉えてくる、嵐がバックドロップ、ホームキャンバスの中央、嵐が抑え込んでくるか、いや抑え込まずして嵐ちょっと息を整えておいて、そして赤コーナーサイド、自軍コーナー、平井信和にスイッチしました。平井が入ってまいります。平井信和、ちらっとその自軍コーナーを見やりました。まずは平井自らが飛んでくる、あら矢が飛んでくる、そして対象角、嵐がラリアット、思いっきりなぎ倒すような感じのラリアットを見舞ってまいりました。さあ合わせ技、ダブル AR、 さあ合わせ技で来るぞ、そのままなだれ式、ここはパワーボムで来る、抑え込んでくるがカウントは2カウント。さあそろそろその試合が動き始めてまいりました。 WAR 軍の方が優勢か、 WAR 軍2プラトンでもってこの対象角のマイクバートンを捉えてくるんでありましょうか。今度は速射砲で来るダブルブレンバスター、突貫ファイター2世平井信和がトップコーナーから飛んでくるぞ、飛んでくるて、これはライトからダイビングエルボー、抑え込んでいってカウントはどうか、しかしスティールとハインズがカットに入ってまいりました。スティールをまず荒谷が捉える、今度は嵐がハインズを捉えてくる、場外戦になりました。さあ今度は裏ダブル AR スペシャル、捉えてくる、平井が捉えてくるがどうか、揺さぶる、左右に揺さぶってくれば今度はどうか。さあ長野さん、これ効力どうですか。そうですね、これは通常のダブル AR スペシャルですよね、はいはい、しかしギブアップ技は6人タッグは難しいですよね、はい、でそれにバートに照準絞ったってのはどうかな、ねえ、はい、平井が今度走り込んでいってラリアット、
立ち上げるようなラリアット抑え込んでいってカウントが入りますが、カウントは2カウント、カウント2で返してまいりました。マイク・バートン、バートンの喉笛をかき切ってやるぞという平井信勝特訓ファイター。さあこれでロックボトムに行けるか、ロックボトル、これは切り離されたローブの反動を利用してくるかどうか、ラリアット壊しておいてバートンが一発蹴り技、さあバートンこう回っておいた、さあこの体勢からトルネードボブ抑え込んで片襟固めすくい上げてカウントは2カウント。今15分を経過しました。ニュートラルコーナー送り込んでくる、走り込んでいってマイク・バートン浴びせ込んでくる、そしてバートンディザスター抑え込んでくるぞマイク・バートン。しかし嵐がこれカットに入る、嵐がこれどうか、嵐がこれうまくカットに入ってまいりました。いいところに行きましたね嵐、はい、たまたまいたという感じがありましたけどね。そうですね。さあマイク・バートン、そろそろ平井伸和をここは勝利へのレシピにかけてしまうのか、振り上げておいてパワースラム片襟固め、今浅くめくり込んでカウントが入っていってどうか、カウントは2カウント、カウント中で返してまいりました。もうこれは左のぶかずメイクバートン、さあゴールデンレフト、強烈なゴールデンレフトからマイクバートン、青コーナー付近からほぼキャンパスの中央へ持ってくるぞ、ひねりを加えたラストライド抑え込んでデビ固め3カウント。うまくまとめましたよね、今バランス崩して体ひねってたんですよね。平井のぶかずを撃退しました。ジョージハイジスムスキールマイクバートン組に外貨が上がりました。まもなく正式タイムがこの放送席まで入ってまいります。ラストライドもひねりを加えたラストライド、しかもその自分コーナー青コーナー付近で見せました。心配そうに荒谷と嵐が平井を覗き込んでおりますが、さあそろそろこのマイクバートンとさらにはジムスティールが見つめる先には世界最強タッグという、まあ、そのシリーズに照準を絞ることでありましょう。今正式タイム入ってまいりました。15分52秒、旋回式パワーボム、旋回式パワーボムからのエビ固め、マイクバートンが平井伸和を捉えました。旋回式パラストライドからこうひねりを加えたという感じですね。はい、ボールを加えたというよりは相手の体勢でひねりが加わったという感じ。そうですね、体勢がちょっとあの後方に来すぎたんで、はいはいはい、バートンがそのまま抑えたという感じで、はい、うまく利用しましたよね、はい。マイク・バートンが勝利、旋回式パワーボムという決め手になりました。15分52秒、マイク・バートン、ジムスティール、そしてジョージ・ハインズ組に外貨が上がりました。この一戦を実況でお楽しみいただいてまいりました。そしてメインイベント名物強兵コールが起こりまして、和田強兵レフリーがさばきますが、さあ早くも場外戦であります。荒谷とアニマルウォリアーが放送席の目の前やり合っています。そして嵐と武藤がやり合っているところでありますが、場外戦早くもと嵐がパワーボム出るぞ、嵐が飛ぶぞ、この体勢からフロントスプラッシュ、片
チームもね、はい、嵐がものすごい競争で武藤を狙いつけています。低空できた武藤の低空、シャイドブレザード走った程度か、申し遅れましたが、解説はおなじみ週刊ゴングの熱血流行記者大沢武尊さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実況は私松崎俊夫、この一戦をバイオレンスに後楽園ホールからお送りしてまいります。さあ、これは完全に大沢さんがおっしゃったように、青コーナーサイド第71代のアジアタッグチャンピオンチームは短期決戦に出ています。嵐がここは速攻で行ったんですが、それを天才武藤圭司が左右に避けていったところ、ここは低空で来る荒谷信孝が入ってまいりました。リアットで来る、そしてアニマルウォリアーをリング下に落としました。急遽タッグコンビを結成しました武藤圭司とアニマルウォリアー。まあ、なかなかね、武藤のパートナー X という形で決まらなかったんですが、はい、まあ6月のね IWS に武藤が遠征しましたよね、はい、あの時ムタにオファーしたのがアニマルだったんで、ええ、そういう関係もあったんじゃないですかね。さあ、果たしてそういったあたりで息ぴったりとなるんでありましょうか。赤コーナーサイド、ムササビが早くも血を回そう、巨大なムササビ、血を回ったムサッとこれは生かされました。武藤圭司早くも苦悶の表情から、シャイニングザバーブロックブロックブロック、そうですね、今のは完全ブロックしてましたね、はい。さあ、アニマルウォリアーがランダで持ってくる、エプロンからリングした、これは追い詰めてくるかどうか、アニマルウォリアー、アニマルウォリアーが赤コーナー最後控えています。そして荒谷信孝、武藤圭司に相手を背負ってバックボーンのあたりにパス手形を落としてくる、ロープに打った、返ってくるかどうか、連帯してくる武藤圭司、返しましたかどうか、テープでくる、それをいなす、読んでますね、はい、荒谷がいなしておいて、荒谷のアタックの足を掴んだドラゴンスクリュー、ちょっと効力ないか。さあ、武藤圭司キャンバスのほど中央で持ってちょっと苦悶の表情を作りつつ、アニマルウォリアー抜けたばかりに今ネックバスをしながら入ってまいりました。そしてラリアットからブライムキックはアニマルウォリアー、アニマルウォリアーがラリアット、ウォリアーラリアットでも打っておきましょう。固い目型のスクリーンで動いてカウントバトゥーカウント、カウントトゥーで返しました。荒谷信孝ロープに振って返ってくるところはパワースラム、最後に固い目型目、これはどうか、カウントバトゥーカウント、アニマルウォリアー隣にしておいて、ここでもって速攻で来るんでありましょうか。エプロンからリングしたは嵐、さあご覧のように、お合わせ技で早くも来るのか、武藤圭司が荒谷信孝をブレンバスター、これをキャッチしてくるかどうか、結構重いですよ荒谷は、はい、このままなだれ式のスタンピートを見舞ってくる、荒谷信孝片指が止め捉えてくる、カウントが入りまして、カウント1です。嵐がカットに入りました。そのシャイニングウィザードで武藤圭司、もうシャイニングウィザードでもってくれば相手方フェンスを崩そうという、そうですね、しかもね、はい、最近本当にバリエーション増えたんでね、はい、なかなかブロックスの難しくなってきてますよね。そうですね、あれやラリアット、ショートレンジから来るラリアット、フロンターのキックビッグブツで持って持ってまいりました。このアレンの豚がロープに振られる、アニマルウォリアーはラリアット、そのまま対空打ってくるよ、飛びついていった、飛びつかー、パワーボムで捕らわれる、片指がため、カウントが入りますかどうか、自ら起き上がらせておいたアニマルウォリアー、キャンバスの中央でもってこの荒谷信孝にパワーボム、広角度を持って決まった、片エビのためカウントが入りますがどうか、あー、スリーカウント、スリーカウント、スリーカウント、荒谷組敗戦、あっけなく決まりました。いや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 、これ荒谷返せませんでした。そうですね、ちょっとびっくりしましたね、はい、多分ね、ためがなくて一気に引っこ抜いて叩きつけたから威力あったんですかね。今静止帯に入りました、4分12秒、アニマルウォリアーがこの荒谷信孝をパワーボムで捉えまして、初戦、荒谷嵐組は敗戦、アニマルウォリアー武藤圭司組は、勝ち点2でもって最速の良いスタートを切りました。おさまさん、はい、まあ武藤もですね、はい、アニマルウォリアーという心強い助っ人、はい、それをですね、伴ってるこのシリーズになりますね。そうですね、まあアニマルちょっとね、体がスリムになった気はしますけども、はい、動きはいいんでね、はい、主権バッチョ、今ゴング鳴ってスタートいたしました。
安城洋次、永井三谷組対嵐荒谷であります。永井が軽快にバックステップを使って回り込んでまいりました。それを荒谷は真正面からどう受け止めていくんでありましょうか。今組み合いました。さあ福岡県の小倉北区体育館であります。こちらの放送席解説は歩くプロレス43年史福士隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実況アナウンサーは私松崎敏夫でバイオレンスでお送りしてまいります。さあ開幕戦の後楽園ホールでは荒谷嵐組はアニマルウォリアー武藤圭司組とぶつかりました。4分12秒、パワースラムを荒谷はアニマルウォリアーから食らいまして、まあ、初戦は敗戦という結果に終わってしまいました。さあ今日は永井安城組でありますけども、早くもハイキック連発しました。永井光也ロープに振りました。向こう側から手前側ロープがきしむような音響いてまいりました。さて菊池さん、はい、開幕戦の後楽園ホール、はい、アニマルウォリアー武藤圭司組に敗戦という結果になってしまいましたけれどもね、まあ、最強タッグでね、アジアタッグチャンピオンがいい成績残した例はあんまりないんですよね。そうなんですか、うん、ただこのチームはあの今までのアジアタッグ王者よりはスケールが大きいんで期待してたんですよね、まあ、アニマルはでも本調子ではないような感じだったんですけどね。あ、そうですか。名前負けしたんじゃないですか。あ、アニマルウォリアーというね、はい、アニマルと武藤という名前に。さあそのあたりを今日黒星スタートということだったんですが、アジアタッグチャンピオンチーム荒谷嵐、今日のこの永井安城組を相手にどういった戦法を使ってくるんでありましょうか。今サードロープエスケープしました。荒谷信孝、しかしこの腕ひしぎ永井光也なかなかやれません。菊池さん、はい、思えば永井光也、この世界最強タッグ決定リーグ戦はですね、はい、本当にあの、昨年もそうだったんですけれども、はい、活躍ぶりっていうのは素晴らしいものがありましたよね。一気にブレイクしましたよね、カードのパートナーに起用されて、最初カードも渋ってたんですけど、はい、中盤戦からぐんぐん乗せてきましたからね、本当にいいブレイクしましたよね、はい、そして片エビ固め、カウントはツーカウント跳ね返しました荒谷信孝。永井光也が今度は腕決めに来るのか、相手の左側の腕リストのあたりを膝でもって蹴り上げておいて、ぐるっと回って今度は安城洋次、ここで入ってまいりました。安城にスイッチして腕をどうするか、蹴り上げてまいりました。この安城洋次、まあ、このシリーズは菊池さん、はい、優勝チームにはあの世界タッグ王座のですね、はい、まあ、権利というのが与えられるわけですけれども、はい、はい、そうですね、前昔はね、あの、はい、世界タッグあの王座は、はい、最強タッグに出場する前に返上して、これは必ず決定戦になった時期があるんですよね、はい、昭和52年からですね、50年のオープンタッグから始まりまして、はい、63年から世界タッグ王座は必ず返上してたんですよ。それは平成7年からまたこの形、元の形、あの優勝争いでだけで王座は返上しなくてよくなったんですよね、またそれが今回はまあ違う理由ですけど復活したという形ですね。そうですか。ですからその世界タッグ王座へ向けて各チームのその死に合いというものも激化してくるのは当然のこと。ここはナックルを見舞ってまいりました安城洋次。安城が今度は小手、安城洋次髪を掴んでいって、少しこれ荒谷信孝の出番が長すぎます。そうですね、早くスイッチしなくてはいけないんですが、なかなか嵐の待つコーナー付近までは荒谷信孝寄っていくことができません。荒谷のファイトも正直ですよね、沈み込まれてる感じですね、はい、荒谷は時折あのラフ殺法も使うんですけれども、はい、逆にこう相手からラフ殺法にこう受けてしまうとダメなんですよね。ちょっと脆いとかありますよね、まあ、気が弱いというか人がいいというか、人がいいのはレスラーとしては利点とは言えませんけどね、そうですね、勝負の世界一度戦場に上がればそんなことは全く関係ありません。さあ安城洋次、ここは荒谷信孝の
左のリストを取っていますから、これではちょっと荒谷信隆自力で免れることはできないでしょう。ほとんど敵コーナーの近くで戦わされてますからね。安城陽次という選手は本当に福さんのタッグ戦前ですね。前ですよ。こういうなんかずる賢い戦法といいますか、まあタッグじゃ鉄則なんですけど、はい、絶対あの自分一人では戦わないし、で相手のコーナーでは戦わないという、この2つも持ってますからね。そうですね。力だけで持ってきます。今度は力だけで持ってのブレンバスター決まったんですが、あブレンバスター見舞っても大の字荒谷信隆。さあどうか、ほふく前進状態からしかしタイツをつかまれて、長井光也はそれを見逃しません、逃しません。嵐にはスイッチできない荒谷信隆。スタートからちょっと長井の打撃技を受けすぎましたからね、はい、かなりスタミナロスしてますよね。長井光也は昨年のこの世界最強タッグ決定リーグ戦川田と組んで、殊勲賞を取ってます。はい、中盤戦からすごい伸びてきましたからね。そして安城陽次、この原理を利用して荒谷信隆の左の腕、そのあたりに集中砲火、今度は両腕を取っておいて、さあきついぞ。ここは荒谷信隆は悲鳴に近いようなものを上げていますが、安城はレフリーの四角に入ってやってますからね。そうですね。また今度はキーロックに捉えてくる長井光也、腕の部分を完全に、これは安城、そして長井に攻め込まれすぎといった感じ。荒谷信隆、オーソドックスのキーロックですね。ここはもっと足を荒谷が使ってサードロープ付近まで行かなければいけないんですが、それがいかない。ご覧のように力でもって相手をねじ伏せようという長井光也。このシリーズもリーグ戦、本当に各チームが、もうどのチームが優勝してもおかしくはありません。強豪チームが揃いました。全日本プロレスの2002世界最強タッグ決定リーグ戦、今日は小倉北体育館にやってまいりました。そんな中を今、嵐荒谷組対長井安城組の戦、さあ今嵐がカットに入ってまいりました。もう見る見たネタって感じですね。そして状態が起き上がってくる安城陽次が入ってまいりました。安城陽次が相手の左の腕の付け根のあたり狙って思いっきり2位を見舞ってくる。今度はどうか、パイルドライバー、脳天食い打ち、そのまま抑え込んでくる。カウントが入ってってどうか、カウントは2カウント。そして腕ひしぎ、サードロープ近いんで大丈夫でしょう。ここはサードロープそのまま、あレフリーのカウントが入ってまいりますが、安城陽次今20分を経過。さあ菊池さん、はい、あのこの世界最強タッグ決定リーグ戦はよく時間切れ引き分けというのがありますからね。まあ公式戦が30分ですからね、はい、だから7位のスタートは割と短期決戦かなと思ったんですけど、まあ、それはあのアジアタッグ王者コンビがよく耐えてましたよね。はい、さあ PWF ルールにのっとって行われますこの全日本プロレスの2002世界最強タッグ決定リーグ戦、ラリアット、荒谷信隆のラリアット一戦。さあここでもってすぐにはもうスイッチせずに自分から決めようというのか、荒谷信隆がボディスラム、そして小倉の夜の街に巨大なムササビが宙を舞ったんですが、しかしこれはダメ。あっと膝を見舞ってまいりました。片襟刀を思いっきりめくって、カウントは2カウント。さあ荒谷はここあそこでスイッチすべきですね。そうですよね、ムーンサルトやる前にもスイッチすべきですよ。自分 の体調っていうか、今スタミナロスしてますからね、かなり、はい、これちょっと無理ですよ、はい、ロープに振っておいたらどうか、蹴り技に待ってくるロープの反動に、あっとしかし飛び込んでいったところショートレンジ、エルボーを食らってしまいました。世界最強タッグ決定リーグ戦 PWF ルールにのっとって行われますが、あらゆる勝ち点は2点、負けは0点です。30分時間引き分けになりますと両チームに1点ずつが与えられます。そして両者リングアウトは両チームとも0点です。
最高得点チームが優勝というこの世界最強タッグ決定リーグ戦、今日は第2戦目の福岡小倉北区体育館大会。嵐が入って嵐ラリアット、さあロープの反動をして今度は飛び込んでくるかどうか。右の肩口から当たってまいりました。そして長井光也が入ってくる、ボディを蹴って思いっきりパンチを首筋のあたりに落としてロープに振っておいた嵐。そして抑え込んでくる肩入り固め、カウントが入りますが、カウントは2カウント。空爆重戦車この嵐、さあじっとここは相手を見つめて、嵐がそろそろフィニッシュに組んでありましょうか。パワーボムに行くのか、嵐どうするかどうするか。そのままタイガードライバー、さあ抑え込んでいってカウントが入ります。うん、カウントワン。ここは嵐のカット。さあそろそろちょっとこれ30分時間切れ引き分けのそんな可能性も出てきた感じがしますね、菊さん。まあ、急がないと危ないですね。はい。アジアタゴージャコンビとしては2点計算してたんでしょうけどね。アンジョ長山がインスタントコンビとは言えないほどチームワークいいですからね。はい。粘り込んでくるぞ。引っ張り込んでった。荒谷が引っ張り込めば、その先には嵐が待っていた。長井光也は劣勢。もうここは完全勝負に出なければいけないんですが、はい、バックを取って回ってくる。さあここはどうする、投げてくるのか。嵐が後方思いっきりバックドロップか、抑え込んでくる。さあカウントが入ってって、どうするどうする、どうだ。カウントは2カウント。長井光也が粘ってまいりました。今25分を経過しました。残りが5分、もう5分を過ぎ切っています。嵐が思いっきりパワーボムに行って、嵐が飛ぶか。嵐がこの小倉の町にロングスプラッシュ、抑え込んでくる。さあこれで取れるか、勝ち点2になるかどうか。カウントはとスレスレ、よく返しましたね。はい、カウントは本当にもう3入る直前です。まあ、嵐としてはこれで勝負かけたんですけどね、それ跳ね返されたら次の攻め手がちょっと苦しいですよね。はい。そして荒谷信孝が入ってくる。クープラ飛んでもって長井光也をロープに振りました。帰ってくるところ思いっきり肩口から当たってくる。これで取れるか、さあどうでしょうか。カウントは入ってって、カウントは2カウント。もうすでに残り試合時間も5分を切っています。この辺りからもう速攻でいかなければ時間切れ引き分けとなってしまいます。時間切れ引き分けは先ほどお伝えいたしましたが、両チームに勝ち点1が加えられます。安城陽次が入ってくる。安城のパンチか、いや蹴り技ハイキック、もう一発ハイキック。ここはハイキックを2発に待ってロープに振っておいて、帰ってくるところはトラースキック、相手の胸板のあたりに命中、抑え込んでくる片襟型でカウントは2カウント。カウント2で持って返しました荒谷信孝。もう時間がない。バックを取ってバックドロップ、鋭利に決まった。さあどうか、安城陽次、ここは抑え込むか、片襟型でしゃくっておいてカウントが入りますが、どうでしょうか。カウントは2カウント。残り試合時間は3分となりました。180秒間で決着がつくんでありましょうか。ロープニュートラルに振っておいてスライディングしました。これは面白い攻め方ですね。足を狙ったんですかね。はい、ハンドクロス200に行くのかな、どうするのか。そうですね、はい、さあグランドクロス200に行きました。ここでもうすでに長井が嵐を止めに入っている。ここで決まるかどうか、荒谷信孝、これはロープには免れることができません。どうでしょうか、ギブアップか。荒谷信孝ロープにはエスケープできない。しかし嵐が入ってくる。嵐が救援間に合った。ストンピング、ストンピング。残り試合時間もあとわずかとなってまいりました。この公式リーグ戦30分一本勝負、エプロンからリング下にまず嵐を落としておいた安城陽次。長井に何かを促してくる。長井の蹴り技が待っているのか、
あるいはまずはジャンピングに見舞ってくる引っ掛けるようなハイキックは安城洋次。これは前方にダウンした。両足を取ってどうするのか、そのまま返しておいて、ここはトゥープラドでやってる場合では決算ないですね。これだら全部取れませんからね、またアレもめったにギブアップするとこじゃないですから、あくまでボール狙いですよね。はい、時間がもうない中、この4社には時間がないということはもうリングアナウンサーからのコールによって分かっていることでしょう。残り試合時間は1分を切ったところ、さあどうか、キャプチュード、抑え込んでくる片襟固め。しかし嵐がそれを救援に駆けつける。4社乱戦状態、ちょっとこのままでいくのは、うーん、ボール取りに行くのは大丈夫か。まだ時間はありますが、クリーンボール取るのはちょっともう乱戦ボールになってきましたね。はい、これで決めるしかない。これを逃したらもうないでしょう。肩が張っている、ダメです。ああもうこうなってくるとボールが決まるのはちょっと厳しいか。アラヤのこのムーンサルトが決まればボール取れますが、どうでしょうか。さあどうか、ムーンサルト、これで決まらなければ、あっともう時間がない、時間がありません。試合終了。両チームとも勝ち点が、これは引き分けということで1点1点ずつ与えられます。さあ菊池さん、ちょっと振り返ってください。後半の2勝争いになってきましたね。この引き分けの1点ロスというのが大きくなってくるんですよね。まあ、あの両者とも、まあ、コンビとしてはアジアタコージャの方が古いんですけど、ちょっと中国はアンジュ長いのが上だったって感じしますね。そうですね、まんまと持ち込まれたという感じですね。はい、さあ公式リーグ戦、お互いにこれは時間切れ引き分けということで1点ずつということになりました。さあこの後中盤戦、後半戦、両チームどういう風に乗り越えていくんでありましょうか。間もなくゴングとなります。熊本益城町総合体育館、今スタートしました。嵐荒谷対アッサムフリードマンであります。さあここは昨日は小倉大会ではエンブレムとぶつかりました。アッサムとフリードマン対戦という結果に終わってしまいました。今日はこのアジアタッグチャンピオンチームの嵐荒谷とぶつかります。アッサムとフリードマンです。さてこちらの放送席をご紹介しましょう。解説は歩くプロレス43年史菊池隆さんです。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実況アナウンサー私松崎敏夫でバイオレンスでお送りしてまいります。さあ菊池さん、はい、昨日の小倉大会ちょっと振り返っていただきたいんですが、はい、アッサムフリードマン組、あの前半戦中盤戦まで良かったんですけどもね、はいはい、まだチームワークがもう一つですね。そうですか、はい、実力はアッサムとフリードマンだとちょっと下がるような感じしますよね。なんかフリードマンはプロレスに慣れてないというか、寝れてないというか、動きがちょっとあの雑なんですよね。スティーブ・ウィリアムスあたりからいろんなその全日本マットなどのですね、ここは伝授されてはいるという話なんですが、はいはい、それはそうでしょうけど、それを受け入れる体制ができているかどうかですよね。受け入れるだけの器もあの問題になりますからね。その TJ フリードマンが今もう変形でリストを取っていますが、ここは荒谷信孝は起き上がっておいて場所を取りました。そして逆肩エビ固めの体制を作っていますが、DJ フリードマンサードロープの近いんで、これはサードロープでしょう。エスケープしました。しかし慣れ際にストンピング、荒谷信孝。昨日の小倉大会は長い安城組とぶつかりました。まあ30分時間切れ引き分けという結果に終わりまして、勝ち点が1点ということです。2戦して1点ですからね、これで負けたらもうちょっと優勝戦線から早くも脱落という感じになってしまいますからね。そうですね、それはあの浅見組にも言えますからね、はい、これであの2連敗したらやっぱりちょっと危なくなってしまいますからね、
DDT ちょっとそのキャンバスに打ちつける前に嵐の首の方が抜けてしまった感じ、走り込んでいってエルボー、片襟固めでどうでしょうか。カウントは2です。ピーゼン・フリードマン、フリードマン昨日あの田中に決めたデスバレーボームにしてもそうですけど、ちょっと話し方が早すぎるんですよね。完全にあの自分の体重預けられないんですよね。そういうところはなんかプロレスに慣れてないとか慣れてないんですよね。ちょっと変えるだけでものすごいダメージ、相手に与えるダメージ違うんですよね。そのあたりを注意して前半戦を乗り越えてほしいところでありますが、福士さんがおっしゃったように今日0点だとちょっと苦しくなります。フリードマンとアッサム組、まあ、逆にアラやアラシ組にしても勝ち点が1ですから、いやどっちも苦しいですよ、負けたら。そうですよね。リストホイップ、そしてここはリストを取ったまま荒谷信孝のスタミナを奪いつつあります。ピンゼイフリードマン、こういうところもうまいんですよね、フリードマン。ただ試合がスピーディーになってきてまたあれ出すとちょっとチグハグになるところがあるんですね。まあ、フリードマン、アッサム組は大阪大会ではケア小島組とぶつかります。その前にやはり勝ち点を増やしておきたいところなんですが、マイク・アッサムが飛び込んでくる、トップコーナーから飛んでくる、今度はロープのハンドを利用してくる、ボディープレスから抑え込んでいって、カウントは2カウント。マイク・アッサム、もうちょっと今あれだけレフリーを突き放しました。アッサムちょっと勝負焦ってる感じですね。やっぱり勝ち点がものすごい位置にあるんでしょうね。なるほど、担ぎ上げていってトップロープリストのスタンガンです。手首のその、サポーター紐がちょっとマイク・アッサム緩んでいます。テーピングでしょうね、テーピング、テープがちょっと緩んでいます。そして PJ フリードマンが入ってまいります。 PJ フリードマン、マイク・アッサム2プラトンで持って、ここは重い荒谷信孝をダブルで持ってのバックドロップ、抑え込んで片指固め、これは荒谷はまだまだ温存、スタミナ温存しています。荒谷信孝、さあアジアタッグコンビ、ここはちょっとフリードマン、アッサム組が荒谷を捉えてまたペースを持ち込んでいこうという体勢を作るのか。しかしラリアット、なんかこのリング戦中あのアレアのロンバトルが多いという感じがするんですよね。そうですね、開幕戦の後楽園ホール大会もそうでした、そして昨日の福岡小倉大会もそうでした。やっと今嵐が入ってまいります。嵐ローブに振っておいて、嵐がドロップキック、ここは PJ フリードマンを逃さずして嵐が思いっきりボディに蹴り技、荒谷がマイク・アッサムをエプロンからリング下捉えておいて、まあ、勝ちに行くならフリードマン狙いですからね。そうですね、走り込んでいくのラリアット、嵐がラリアット、フリードマンはサードコーナーに何かもう尻餅をつくような感じになってしまいました。さあ嵐が思いっきり担ぎ上げていって、タイガードライバーでもって抑え込んでくる。カウントはどうか、カウントは2カウント。嵐がマイク・アッサムにボディからバックボーン叩いて、今エプロンからリング下、やっぱり今空さんおっしゃったように、ここは PJ フリードマンに照準絞っていくというそんな感じが伝わりましたね。それはもう勝負の鍵ですね。はい、ニュートラルコーナーを振り込んでから、まず荒谷から、そして嵐はどうする、嵐に向かってまずボディを蹴られる PJ フリードマン、合わせ技できた、片エビ固め、荒谷がここ仕留めるか、カウント2カウント。マイク・アッサムまたエプロンからリングした、今日はアッサム嫌ということエプロンからリングしたですね。どうやら見ない方がいいんだよと言われたりそうはいかないですよね。はい、片エビ固め、カウントは2カウント。
ボディスラムから、さあよしという声がかかっておいて、ムササビ宙を舞ってくるが、フリードマンがしっかり見ていました。これは荒谷信太がちょっと形勢危うしか。後方捕まった。荒谷のムサルトで成功率5割くらいじゃないですかね。よく使わされますよね。やっぱりですから、そのトップコーナーに登るのは遅いんですか、ね、いや、それと出すタイミングが早すぎるんですよ。もう相手にダメージ与えて動けなくしておけばフィニッシュになるんですけどね、ちょっと焦って出しすぎに乗るという感じがしますよね。はい。そしてマイクアッサムが入ってしまいました。飛び込んでいった荒谷信孝、このマイクアッサムには入ってきてほしくなかったでしょう。メガマクバフリードマンを抑え切っておきたいところだったんですが、アッサム後方回ったぞ。投げっぱなしのジャーマンが出ました。マイクアッサム腕の力、そしてまた足の力は十分になります。このマイクアッサム抑え込んでいったんですが、カウントは2カウント。あの時ゴロレフィンがキャンバス2回叩きました。そしてこれはジャンピングパワーボム、抑え込んでいってカウントが入りますが、カウントは2カウント。しかし菊池さん、このマイクアッサムっていう選手は本当とんでもよし、今みたいなのジャンピングパワーボムやってもよし、はい、器用な選手ですね。器用ですよ。 MNW で取ったくらいですからね。はい、思いっきりクロス、いやカウントは2カウント。そしてアッサムボム、抑え込んでいって3カウント。マイクアッサム荒谷を仕留めました。勝ち点がこの時点で2となりました。そして嵐荒谷は勝ち点1点のままということです。14分ちょうどでもって勝負が決まりました。クリスさん、振り返ってください。アジアタック王者コンビね、公式戦3戦で1点っていうのはちょっとしんどいですよね。チームワークも悪くないし、パワーもあるんですけどね、はい、なんか荒谷のロンバトルが多すぎるという感じが出ますね。はい、アッサムボムが見事に決まった一戦、お伝えをしてまいりました。さあ、そして風雲のぼり流天竜源一郎が入場してまいりました。大きな体、196cm、150kg のビッグジョン・ケンタが入ってまいりました。イスラエル戦型決定リーグ戦30分1本勝負を行います。ハイフォーナー275ポンド、アラヤ・マルタカ、平成の生傷男アラヤ・ノブタカ、そして嵐がコールされました。ハイフォーナー・ビッグジョン・ジョンテンター、風雲の守り竜天竜源一郎です。まもなくゴングが鳴り響きます。ビッグジョンテンター150kg、そして天竜源一郎であります。荒谷とおーっと握手はしませんね。分かれます。まもなくゴング、まだ強兵レフリーがさばきます。スタートは天竜、スタートしました。世界最強タッグ決定リーグ戦、公式リーグ戦30分1本勝負。天竜は逃げる荒谷に王道とかかってこいよということで、少しポーンと今弾きました。そしてキャンバスの中央組み合っておいて、レフトからヘッドロックの体勢、さあどうする天竜源一郎。菊池さん、はい、天竜源一郎本当にですね、いつになくもう張りのある、はい、体型で元気ですね。元気ですよね。で、これ2戦第4戦ですけど、天理コンビは公式戦初めてです。そうですね、はい、これ大事にスタートしたいところですよね。はい、まあ、天理の調子は開幕戦からずっと見てますけど、かなりいいですからね。はい、ブランクはあると言ってましたけど、それほど感じさせませんでしたね。はい、勝ち上げるようなラリアット、畳み込んでカウントは2カウントです。嵐荒谷組は小倉大会では長い安城、まあ勝ち点、まあ、時間切り引き分けて勝ち点が1、そして熊本大会ではアッサムフリードマン組と対戦いたしましたが敗れました。
ということで勝ち点が1のままということは、ちょっとこれ菊池さんきついか。きついですよね。というところですね。しかも今日は大将が来てでしょ、やりにくいですよね。本当ですね。そして大きなビッグジョンテンタが入ってまいりました。86年の7月に全日本プロレス入り、87年の5月1日後楽園ホールでジャイアント馬場と組みまして、エラッシャー木村鶴見五郎とぶつかり、その試合がデビュー戦ということだったんですが、菊池さんの目にはこのビッグジョンテンタどのように映られてますか。あの頃のテンタだったらですね、輪島、はい、で馬場がかかりきりだったんでちょっとデビューが遅れましたけど、馬場に20キロ減量を見せられたのに10キロ増えて帰ってきたりして、かなり怠け者って印象あったんですけど、ダブダブ行ってからやや良くなりましたからね。天竜選択組っていうのは、この今回の出場チームの中じゃ純粋の全日本育ちのコンビなんですよね、ただ一つの。だから荒谷も嵐も、まあ、荒谷も、あ、嵐も全日本育ちですけど、荒谷はインディー育ちですからね、純粋の全日本育ちコンビっていうのはちょっと意外ですけど天竜選択組だけなんですよね、はい、だそういう意味では僕は天竜が非常に、まあ、全日本に帰ってきたことを喜んでますし、期待してるんですよね、はい、そのビッグジョン天竜とこの天竜源一郎ががっちりと握手をしまして、世界最強タッグ決定リーグ戦優勝を目論みます。円髄天竜のこの遠い二の腕、しかしおっと情け容赦のない蹴り、シューズの蹴り、この攻撃で切れてしまう選手もいます。荒谷信孝8分状態、この荒谷信孝に逆水平を見舞ってまいります。天竜源一郎ショートで持ってのエルボーを見舞ってくる。さあ大将に挑んでくるが、ラリアットかち上げられてしまいました。荒谷信孝、荒谷すぐ起き上がるグーパンチ、このグーパンチで荒谷信孝、過去天竜源一郎にまぶたのあたりを見られた経験がありますが、このショートの蹴り技ちょっと今痛かったのか天竜源一郎。そしてビッグジョンテンタが入ってまいりました。テンタのボディの肘打ちはね、ジャンとババがよくやったんですよね。最近珍しいですよ、こういう戦法、ババがやった戦法を使う選手は。このビッグジョンテンタをブレンバスターに見舞うことができるか、荒谷、これは逆にブレンバスターとらわれた。ちょっと今、落下危なかったか、危なかったですね。詰め込んでいって、カウントは2です。カウント2で返してまいりました荒谷信孝。10分を経過しました。そしてボディースラム、このビッグジョンテンタ、行くのかな、もうスクエートスクエートドロップ行きますか。これは嵐が封じます。嵐がこれを見ていました。これは天竜のハットに来ようと思ったんですが、渡れぶりにいさめられていますが、2プラトンで待ったのダブルブレンバスター、ダブルブレンバスターは嵐と荒谷。嵐が天竜にエルボーになって、大将はエプロンカラリングした。天竜が一番昔のバンバンなのは、タイツの下からあんな太一さんも動くとこなんですよ。昔からそうなんですよ、この男は。そしてムササミが宙を舞っておいた。ムーンサルトプレス抑え込んで、片襟型でカウントは2カウント。これやっぱり何かそのタイツに、あのアンダータイツに意味があるんですかね。ないんでしょうね、本人気が付いてないんじゃないですか。なるほど、だから見てる方がちょっと気になるんですよね。はい、アバランシュホールド。そしてさあ得意技アースパイクドロップ、いやこれもレッグドロップ、抑え込んでカウントが入って、カウントお3カウント。やっぱり上手に押し潰された感じですね。なるほど、天竜天竜組がリーグ戦初戦は勝ち点2で幸先の良いスタート。嵐荒谷組は勝ち点がこの段階で1です。ちょっとこれは優勝戦線絶望かというところですね。そうですね、天竜天竜組は幸先の良いスタートを切りました。そして堂々とまだまだ余力を残しつつ、これよりは中盤戦へのマットへと両者は進んでまいります。